うわあ、やめろ。もうフォールガイズはコリゴリだー。あ、どうも、霧雨マリサです。何があったんだよ。借金に借金を重ね返しきれなくなった末にフォールガイズに参戦させられたというわけですか。どういうこと？黄金の理解力。くそ、こんなことさせて楽しいのかよ。おい、見てるんだろう。デスゲームでよくある金持ちがモニター越しに見てるやつじゃん。モニター越し富裕層って実際に存在したんですね。負けたやつは地下労働施設で強制労働させられることになっている。そうなったら最後、二度と日の目を見ることはないだろう。フォールガイズへの風評被害がすごいな。ほら見ろ、この争いは醜い光景を。デスゲーム以外でこんな争いが起きることなんてあるだろうか。いや、ない。唐突な反応。クック、お前は皆さん揃いも揃って必死に頑張って、ご苦労なことですね。このゲームには必勝法が存在する。デスゲームによくいるスノーケイプレイヤー。あんたらがくだらない茶番やってる間にもうゴール目の前だけど。これが必勝法だ。なるほど。どれが必勝法だ。もう私は誰も蹴落とさない。みんなで協力して一緒にこのふざけたゲームをぶっ壊す。バトロはゲーム向いてないよ君。たまごっちでもやってたらどうですか。プチパッチ、なんでプチパッチ限定のリアクションっていうか、あんたふざけてたけど何気かなり危なかったわよ今。プチパッチ、聞き間違いに無理があるだろ。その今の世代の人たちってプチパッチとか知ってるんですかね。うわー、勝手にジェネレーションギャップでダメージ受けてるじゃん。面白い女。ちなみにここまで画面に関する実況ゼロ。お前が原因だぞ。残り42人、つまり残り18人と24人が残ったということですね。人格性小泉進次郎やめろ。ここからは真面目に実況していくわよバカ二人。そうですね、真面目に実況することにしましょうバカ二人。おいおい、お前ら喧嘩するなよバカ二人。次のコースはロールアウト。名前が有名な英法の一つに酷似していることで有名だな。もしかしてクロールのこと言ってます。有名なメキシコの部族の名前とも酷似していることで有名ね。いや、それはちょっと何なのかわかんないですけど。見た目はまるでお菓子のようなファンシーなステージ。しかし最近のデスゲームは見た目がファンシーなほど内容がグロい傾向にある。それは確かにそう。フォールガイズイコールデスゲームという構図が正当化されつつある。あるはずだ。誰も脱落せずに残り42人。みんなでクリアする方法があったらこのゲーム成り立ってないんだよ。しかしなんでしょう、ここまで一緒にクリアしてきて絆に近いものを感じている自分がいます。まだ1試合しか超えてないんだが、絶対にみんな一緒にクリアしていこうな、していこうな、していこうな。ホットドッグ、お前がやったんだろ。ホットドッグ、私をかばって。都合のいいストーリーに帰還されてしまってますね。そしてその手はさらなる犠牲者を生み出そうとしています。確実に血を求めてる。山登りした時にいたヒルとかこんな感じでした。私とヒルを同列に扱うな。ちなみにまた前回と資金が違いますけど、これは当然課金だ。あんた本当に借金でここに送られてきてるの。別に私が課金したいわけじゃなくて、課金が私にしてほしいって言うから仕方なくしてるだけ。課金基準化して言い訳する人初めて見た。しっぴちゃいけません。とんでもなく失礼な奴らだ。お世話になってるコンテンツに還元してるだけ。もはや募金みたいなもん。募金と課金を同列に扱う魔物現る。一文字しか違わないから実質同じ。金字への認識が広すぎる。16人も脱落している事実に今涙が止まらない。そのうち一人はあなたが突き落としたんですけどね。あれは必要な犠牲だった。全てデスゲームの運営側が悪いんだよ。主人公から途中で死ぬかませ役に落ちてきてるな。まあ大事なのはこれまでじゃなくこれから。失った命は戻らない。勝手に殺さないで。ここで残り人数は26人。ちなみに半分の13は素数です。素数を数えるんだ。次なる戦いはジャンククラブへと移った。ジャンククラブは Google 翻訳で一度日本語訳してから英訳すると血みどろの戦いと出てくる。嘘つくな。やったんだけど普通にジャンククラブって出てきましたよ。やったのなら私の勝ち、すなわちお前の負け。何この人、話が通じない。今日いつも以上におかしいんだけどどうなってるの。いや、いつもが普通とかそういうわけじゃないけど、いつも確実におかしくはあるんだけど。念を押しすぎだろ。ドーナッツのようなステージに26人がスタンバイしました。ドーナッツの穴を埋めたらドーナッツはドーナッツ足りえるのか。この勝負でその議論についに決着がつきます。もう好き勝手どうぞ。まあでもドーナッツでも穴のないドーナッツもあるだろ。彼らをドーナツと認めないのは差別ではないのか。著しく教育的な内容が繰り広げられていますね。これで教育される子供の未来とか見たくないわ。お前ら、私から提案がある。この場を避けるためにジャンプするのはなしにしないか。ゲーム開発者の意向ガン無視ですね。その心は。ここで蹴落とし合いとかしたら後にしこりが残るだろ。みんなで一緒にバーに飛ばされて純粋な運で決着をつけたい。話聞いてたはずだけど理解はできませんでした。同じ言語であるかどうかすら疑わしい。まあいいよ別に。私はここで運ゲーしないと君たちに勝利はないんだよ。実力で勝負したら私が勝っちゃうんだからさ。自信以外何もない魔法使いのお言葉。これは偉大なる魔法使い。正直このゲームとか脱落する要素ないだろ。そう言いつつ何度このゲームで脱落してるんですか。貴様は今まで食べたパンの枚数を覚えているのか。そのセリフ史上最もダサい使い方じゃん。ちなみに私は今までパンを食べたことがない。唐突に強いセリフに変わりましたね。まああんたご飯派だもんね。当チャンネルは霊夢さん以外洋風な格好していますが全員は食派です。メバルの煮付けが食いたい。わかるけど、もうフォールガイズやめてご飯食べに行きませんか。それありなしであってくれ。でもメバルの煮付け食べれる店って少ないんよな。調べてもなかなか出てこないですよね。出てきても大体が居酒屋だからな。話す内容自由すぎない。メバルの煮付け食べたいって人は高評価をしておいてくれ。高評価こじきメバル型限定的すぎるだろ。じゃあ別に食べたくないって人も高評価をしといてくれ。それすなわちすべて食べたいけど今はいらないみたいな中間宅も存在するかもしれないわよ。わかった、もう全員押してくれ。これで残り15人まで減りましたね。ちなみに15は素数ではありません。素数じゃあないぞ霊夢神父。おら行くぞ次のゲームだ。フォールガイズ界でも特に地獄と呼ばれるステージ。脱落者がとんでもない人数出ることで有名なスライムクライムですね。ここのコースの殺意だけ異常よね。ここで一気に30人脱落とかマジで普通に起こりうるからな。まあ蹴落とし合いなしでも普通に難しめだしね。ここ今回も波乱の展開に期待したいところです。ていうか残り人数15人でこのステージ当たることとかあるのね。そうだな。何よその反応。
なんかスクワットになってるけど。あれ、ほんとですね。いや実はさっきの試合の録画時間が結構短めでね、尺足りなさそうだから1ゲームくっつけようかなって。ネタの極みみたいなこと言うな。お前らが聞かなきゃ何も言わずにやれたのによ。スクワットの試合くっつけるのは無理がありますよ。これ終わったらちゃんとさっきの続き戻るから。ということで今現在私は先頭を走っています。ここは下からジャンプした方が短縮になるな。あ、困ります困ります。壁が出てくるとかおかしいだろうが。コース全否定マリサ。まあでも重要なのはここじゃない。本当に重要なのはここの先のところだ。このコース屈指の妨害ポジがありますからね。私は妨害なんて醜いことするつもりは当然ないが妨害される可能性があるからな。妨害を回避するために先に行く必要があるわけね。そうだ、断じて私が妨害したいからとかじゃない。ペロ、これは嘘をついている味だぜ。嘘じゃないんだけどな。私はもう妨害なんて不毛なことはしないと決めたんだ。華経院の魂をかける。華経院の魂をかけるなら大丈夫ね。華経院の魂ならまあさてと、よし、来い。予測可能回避不可避。華経院の魂が誰も先には行かせないとばかりにここの一本道に立ち尽くす。その姿まさに弁慶。別に妨害してるわけじゃないけどな。これはハグ、親愛の証。親愛の証かっこ相手は橋から落とす。そして自分も落ちる。まあもうさすがに私も危ないし、そろそろハグもやめておこうか。どうせ嘘定期。アブブルの魂をかける。アブブルの魂をかけるなら大丈夫ね。アブブルの魂ならまあ魂への信頼感強いなお前ら。さてと、よし、来い。さっきも見た。ここから先は倒産。おいおい倒さないと言ってるだろ。1キル。相変わらず楽しみ方間違えてますね。おいおい無理だよ、諦めな。君はここで落ちるんだよ。これが地獄か。さようならさ。ごめんね。いや違うか。こういう時はありがとうだね。謝罪であってますよ。このゲーム本当に人の本性が出るわね。まあ結局この後しっかりクリアしてるんで勝ち。人としてどうかと思う。同じ実況を一緒にしている事実だけで震える。相変わらずとんでもないなお前ら。まあでもこの戦いは多分妨害なしだと負けてるから、これは戦略な戦略。嘘つけ。さてと、さっきのソロ戦の続きに戻ってやっていくぞ。次のコースはリングスピナー。これは前上げた動画でもやったことありましたっけ。まだ2本しか上げてないぞ。まあ後ろから迫る扇風機から逃げつつ走り回るだけだよ。おそらくこのゲームを突破すれば人数的にファイナルね。ファイナルとサバイバルって互換が似てますよね。だから何、米津玄師と補欠ベンチも互換が似ているよな。それはやめとけ。おっと、またドーナッツみたいなコースだ。ここでもドーナッツのアイデンティティの所在を問うというのか。真ん中に穴が開いてるのがドーナッツであるというのなら、このコースもドーナッツであることになってしまいます。君たちは何を言ってるの。初めは60人もいた仲間たちもここまで減ったか。やはりデスゲームに抗う術はないのか。思い出したかのようにその設定引っ張ってくるな。私たちができるのはただ生き残ることです。それが私たちをかばって落ちたホットドッグへの手向け。何回見ても現行犯。まあ6人脱落ということは9人残るということだからな。正直余裕だぜ。まあ実際このステージは確かに結構余裕なのよね。初見の時後ろに扇風機あるの知らずに逆走してましたけどね。扇風機説明に記載ないし、割とマジで初見殺しよねここ。あれで長い間強制労働させられてたからな。何派ともあれこれで残る人数は9人となった。負けた人たちは地下強制労働施設へと送られます。あと1戦、あと1戦さえ乗り切れば私は地上であいつと会える。ここまで来てバックボーンの説明追加するキャラいないだろ。デスゲームないない。最後のステージはリングの呪い。回転する消える足場の上に留まり続けるゲームだ。これは最後だけあって高難易度のゲームね。しかし消える足場系のゲームはマリサさんが得意としているゲームでもあります。私は悲しい。今からここまで共に戦ってきた仲間たち8人、私が勝つということはすなわち彼ら8人が落ちるということなのだから。すでに勝った気でいます。この強欲で傲慢な魔法使い、私たちは彼女が口の割にそこまでゲームが上手くないことを知っています。口先でどうにかならないタイプのゲームは弱い。それがこの魔法使い霧雨マリサさんです。応援しろ。でも私も負けられない。背負ってきた思いがある。叶えたい願いがある。そのためにお前ら8人ここで落ちてくれ。背負ってきた重いカッコホットドッグ。あんたそれ前走りすぎじゃない。基本前走るのが強いと思うんだよなこのゲーム。後半スピード上がって後ろにいると挽回しづらくなりますからね。とはいえ前に行きすぎて落ちないように気をつけないとね。油断せずギリギリを攻めていくぞ。このゲーム段差が見ている以上に引っかかりやすい。だから極力斜めに走って後ろの奴らに段差を押し付けるぜ。相手の嫌なことをすることには定評があります。この段階ですでに4人も脱落者が出ているわね。心苦しいことこの上ないが、私の幸せのために落ちてもらおう。ほらほらとっとと落ちなさい君たち。序盤では全員で一緒に突破するとか言ってたのが嘘のようです。嘘。まだ青色のタイルが多いから余裕だが、2周目あたりから危うくなってくるな。青色の下に黄色、黄色の下に赤色のタイルと続き、赤色のタイルが消えればその下には何もなくなっちゃうからね。赤色のタイルの上で孫つくと積むから、極力序盤はリスクを取らず青色黄色に乗って移動したい。こっち側は割とタイルの残り具合が良さげですね。まあまだ序盤といえば序盤だしね。ただ走れる場所の条件はみんな一緒だから、別にジャンプしてタイル温存とかはしなくていいかな。容赦なく踏み荒らしていきます。言うてまだ右側も全然タイル残ってそうだな。これ仕掛けられるよりはこっちから仕掛けたいし、ちょっと遠征して右側のタイル削りに行こうか。もう結構赤色のタイルまで削れてる場所多くなってきたわね。赤色タイルの上で一回ジャンプミスると死ぬので、あんま人と重なって移動したくない。とっとと落ちてくれお前ら。落ちてる人数のが多いわけだし、多数派としての人生を歩んでいけ。私はここを突破してニートとして生きるんだ。働け。ここでマリサさんが落ちた方が世のためな気がしてきました。それは間違いない。どうせならこうしてタイルの上を走り回るのではなく、こうしてあがく人間たちをモニター越しに笑う人でありたい。ハイアンドワーク。ていうか残ったこいつらマジでなかなか落ちねえな。やるじゃん。圧倒的上から目線。まあでも結局どれだけ頑張っても勝つのは私な。フォールガイズにおいて過程よりも大事なのは結果。
負けたらやってないのと同じ、2位だろうが60位だろうが敗北には違いないんだぞ。だから早く落ちて。余裕なくなってきてて草。でもいつの間にか残りマリサさん含め2人ですよ。相手も相当な猛者なのは間違いないわね。これ離れて遅延かけてもいいんだけど、それだとタイルの削れ具合のポジション取り勝負になりそう。左側の方が残り枚数は多そうに見えますけどね。まあ私もそう思うけど、極力運用層消したいし、ここは直接蹴りをつけに行くか。この選択が自らを敗北に導くことをマリサはまだ知らなかった。懺悔でもないこと言うな。そもそも私が負けて地下施設送りになったらお前らも寂しいだろ。おいなんか言えよ。すみません、どう言ったら傷つけずに済みそうか考えてました。その回答がすでに私を傷つけてんだよ。オラオラ落ちろ。最後の熱い戦いが始まったわね。お相手さんもなかなか見捨てず残り続けてますね。ちょでもこれマジでさすがにそろそろ落ちてくれなきゃ困るんだが。必死で草、何のリスクもない状態でこの争い見てるの最高に楽しい。モニター越しに眺める富裕層ここにいましたね。ここにいたのか。私が真に倒すべき敵は、あ、お酒切れたからちょっと取ってくるわね。私を酒のつまみにするな。もう掴んじゃってもいいんじゃないですか。いや、ここは純粋なキャラコンのみで蹴りをつけたい。あっやばい、先行かれた。おお、届けー。勝者は、この霧雨マリサ、ただ一人だ。熱い決戦を制しましたね。ワイン取りに行ってたら終わってたわ。これで私も心置きなくニートになることができるな。このシリーズはこれで終わりだしな。あれマリサさん知らなかったんですか？え？前回の動画はすでに高評価数7500近く。1本目の動画は1万の大台を超えそうと非常に高評なので、今後もこのシリーズでの戦いは続くことに決まりました。え？デスゲームは一部完結こそ思考。また来てしまったか、このデスゲーム会場に。今日も京都テフォールガイズやっていきます。またスキン変わってるけど当然課金だ。日がな自動販売機の下を這いつくばって小銭探してるあんたのどこにそんな余裕があるのよ。1本目とか2本目で投げ銭もらってるから大丈夫。投げ銭で課金する畜生の極み。完成しちまったな。動画投稿と課金の永久期間がよ。お金を一番与えてはならないタイプの人だ。失礼なやつめ。私は酒もタバコも賭けも全くやらないんだぞ。逆にその状況でどうやって借金作ったんですか。不思議だよな。お前のことだぞ。今日もデスゲームを余裕で突破して生き残りたいと思う。お酒も賭けもタバコもやらないマリサちゃん狙いと思ったら高評価をしといてくれ。お酒は飲んでるでしょ。メンバーは左からみぞれガンマスグサオの3人です。まあただ4人で行くとはいえソロショーだからあんま関係ないわね。3人には悪いが私の代わりに地下労働施設に行ってもらおう。仲間を地獄に送ることに一切の躊躇がない。はい、それじゃ1戦目はスカイラインスタンブルと。まあコース内容は結構変わってるけど要はレースね。低重力の場所があったりするので注意が必要です。私は割と好きなステージだな。速攻で勝負を決めて前でみんなを眺めててやるか。身内プレイで煽り始めるモサキタ。メメ村では煽り合いが基本。どうしてこんな村になってしまったんだ。原因は間違いなくあんた。自覚のない諸悪の根源。もっとこう平和で、おごそかで、ゆるい雰囲気で、お互いがお互いを尊重し合う、そんなコミュニティを目指してきたはずなのに。今現在それの対局のコミュニティになってますね。一体原因は何なんだ。リーダーが悪かった。霧雨マリサ。あ、そうか、きっとメンバーが悪かったんだ。メンバーかっこリーダー。これは改革が必要だな。改革かっこリーダーの交代。キノコキャラは足が遅いと思われがち。そんな世間にはびこる偏見を払拭してやりたい。その一心でここに来ました。キノコへの思い入れが強い。霧雨キノコ把握。君たちもシェア順番というものを理解してない。順番を守らない自業自得キノコ。まあ今度こそ私の番だな。キノコでも早いってとこ見せてやるぜ。は？単純に下手くそ。ムーブキノコ。キノコキャラはやはり足が遅かったわけね。早いが、まだレースは始まったばかりだが。はいはい、ここは余裕の突破を見せていく。ほぼほぼ最後尾でのスタートを切ることになりました。まあまだ勝負は始まったばかりだからな。ここのスイッチを踏むと左側に砲撃を飛ばせる。しっかり全部踏んでいこう。他人の妨害に余念がない。キノコキャラは他人を蹴落とす生活という新たなレッテルが生まれようとしています。まあ言うてこのステージ40人までゴールだから余裕だけどな。前回と打って変わってもう他の人が脱落することにリアクションすらなくなってきてるわね。あ、もうこいつら私の代わりに落ちろよ。とんでもない発言。1位になることばかりにこだわるのは悲しいことだぞ。極大ブーメラン。争いは何も生まない。そうだ、この戦いをみんなで放棄しないか。それこそが私たちができる運営への最大の抗議だろ。そう言いつつもその足は確かにゴールへと向かっています。皆さん戦うのをやめましょうよ。足を止めてください。そう、欲深き者どもめ、お前らには人の心がないのか。投げた球を全てブーメランにする女。まあ別に私はもうゴールするからいいけど、というかこれ初動で落ちる人とか存在するの？見たことないんだけど。初動で脱落するって人。落ちなきゃこのゲーム成り立ってないです。あ、これやばい、ゴールできない気がしてきました。同じくそんな予感がしますね。初手から脱落。本当にゲーム実況者の方ですか。煽りだけは一丁前。いやまあまさかね、実況活動を生業としている私たちの中からね、初手脱落する人なんて出てくるわけないよな。うわー、二人とも。地方、メメ村タブの動画でメメ村初手二人脱落。タブ乱用来た。ま、私さえいればメメ村足りえるので。グサオさんは普通に持ちこたえてるみたいな。登録者の数とプレイングには相関があるのかもしれませんね。次のコースはスキーホール。輪っかに飛び込んでポイントを稼ぐゲームですね。このステージ見た目よりくぐるのほんと大変なのよね。まあ私はめちゃうまいから簡単そうに見えちゃうかもだけどな。ほんとに口でけえな。いやでもいい感じに多額債務者たちとの絆も深まってきたぜ。他のプレイヤーを多額債務者と呼ぶのやめません。そういえばその設定でいくとみぞれさんとガンマスさんは2年は地下労働施設から出てこられないだ
だろうな。メンバー失う理由斬新すぎる。フォールガイズで負けて地下労働施設にいるので動画投稿休止しますとか視聴者も目を疑うだろ。残念だけどこれが現実なんだぜ。はい、それでは景気よく滑り出していく。初手はかなり重要ですよこのゲーム。任せておけ。私にかかればこの程度余裕だぜ。あれこれプレイ画面とセリフ本当に連結してます。君らは結果を急ぎすぎなんだよ。ナンバーワンにならなくてもいい。もっともっとトークベイツな。急に歌い出さないで。あっちょ、何その男性力。憎い。私を弾き飛ばしたわけわかんないオブジェクトが、私よりポイントを稼ぐ他の多額債務者たちが、親のお金で働かず生きていける全ての人が、後ろ二つは別にいいでしょ。いや確かにそれは憎いわ。私の親もなんで石油王にならなかったの。一日平均歩数3歩さんは別にお金持ってても同じでしょ。今日はすでにトイレ行くために5歩移動してます。トイレまで5歩で平均歩数は3歩。あなたは気づいてはいけない深淵に触れてしまいました。産地チェックです。まあ私空飛べるからね。そろそろ輪っかくぐりも飽きてきたし終わらせてやるか。ここの輪っかはだいぶ伸びでいける。これで残り5ポイントですね。またわけわかんないオブジェクトに弾き飛ばされてるわよ。これさえも計算のうち、ここで金の輪っかをくぐるためのタイミング調整。時は満ちた、せい。ほら見ろ、1位通過。ナンバーワンにならなくてもいい。わけないだろ、ナンバーワン以外は無意味。甘えるな。二度と例の歌は歌うな。はいクリアー。これ1位通過じゃない。私が1位通過してるからグサオさんは2位だな。私が1位通過してるから。なんで2度言った。仲間へのマウントは欠かさない。この光景も見慣れてきたな。君たちも脱落したんだし私の動画ちゃんと見るんだぞ。一人2回は再生してよね。脱落者に動画の再生を強制させるも先ました。残り24人ってことはまだまだ結構コース挟みそうだな。スライムクライムとか来たら一発でファイナルもありますけど、ファンが増えるからな。完全にゴミ。さて次の戦いはブロックパーティーだぜ。人間の汚さが露骨に出るゲームね。まあ大体の人は別に妨害なんてしないですけどね。普通に妨害とかありえないからな。どの口が言ってるんだ。他の人の足を引っ張るとか普通に考えてありえないんだよな。これまでの全てに矛盾を叩きつけていきます。今回は一体どんなラフプレイが飛び出すのか目が離せないところですね。私のスーパープレイに戦慄しろ。このステージにスーパープレイも何もないだろ。なんか今回は無課金のスキンの人が多めだな。私は課金してるしかち。視聴者さんたちからもらったお金ですけどね。自分で働いてみないか。それだけは無理。いやそれ以外も無理。何もかも無理。保険追加するな。今回はグサオさんに愛情を伝えていきたいと思う。来ないぜ。ほらおとなしくハグされろこら。ちょマジでそれはダメです。冗談だよ冗談。妨害なんてするわけないじゃないか。なお前動画3本全てで妨害しています。安定と信頼の妨害。私たちはファイナルでしっかり決着つけましょう。ここは仕方ないので許してあげることにしましょう。でも一人くらいは脱落させておきたい。あんた妨害するのはありえないとか言ってなかった。言ってない。おい掴んで妨害とかありえないだろ。お前手のひら忙しすぎるだろ。マリサさんが最初に掴んだから怒ってますね。おいやめろ。復讐は何も生まないだろうが。この人もマリサさんしか見えてないですよこれは。わお情熱的。お前がその気ならこちらにも考えがあるぞ。そう言いつつ別の人を掴んでいます。また新たなる敵が生まれるわよ。ちょでもさすがにこの人しつこすぎるだろ。お前マジで覚えとけよ。あんたが撒いた種、少しの間はやり返さず泳がせることで油断を誘うぜ。もうこの人私たちが落ちるまで掴んできそうな勢いですね。もう私がカウンターを狙ってるなんて思いもしてないだろ。ここじゃよ。マリサ老師。油断したねー。君はここで終わりだよ。そこで一人口でいけ。気持ちよすぎだろ。神様が見てたら人間滅ぼすことを決意しそうな光景。なあなあ今どんな気持ち？落とそうと思ってた相手に落とされてどんな気持ち？ここが地獄か。あっちょ、ああ掴まないで。それはやばい。マジでやばいって。グサオさん。さよなら。ねえねえ今どんな気持ち？当然がごとく仲間も煽る。リーダーがこれだからグループでも暴言が飛び交うんでしょうね。人のせいにするな。私以外のみんなの責任に決まってるだろ。矛盾を生み出す天才。もう落としたい人は落としてるし妨害はいいかな。一応ワンチャン狙ってバーの前で掴みはするけど、ここまで来たらなかなか落とすのは難しいですからね。これ見てるとやっぱ人間って争いや牛久命にあるんだなって思う。実況動画で人間の本質を悟るな。ファイナル戦で強敵になりそうなのはやはりこいつだな。どいつだ？体が他のやつより長いやつ。あ、今のバトルパスでもらえるロングの資金ですね。単純に体格2倍近くあるから殴り合いのルールなら厳しい。殴り合いとかいう競技存在するわけないだろ。圧倒的風評被害。正直ここからは落ちるところないから暇だな。キルポジもないですからね。そもそもキルするゲームじゃないわよこのゲーム。みんなここまで抜けていた猛者だけあってさすがに最後はもう余裕っぽいですね。まあどれだけ残ろうが次で私が勝つんだけどな。ここでアウトになった方が時間が無駄にならない。しかしこいぜ。負けろ。ドストレート敗北要求。さよならグサオさん。できればファイナルで戦いたかったところですね。グサオさんは私たちの心の中に生き続ける。勝手に殺すな。地獄にいる3人のためにファイナルは負けるわけにはいかない。勝手に地獄送り。残り12人。おそらく次でファイナル。しっかり勝負を決めに行きましょう。ファイナルに選ばれたのはロストテンプルか。迷路を突破して王冠を最初に掴んだ人が勝利のゲームね。先行でドアを開けれればアドを取ることができますが、偽物のドアだった場合ロスが発生するので攻める判断をどこで取るかが重要ですね。しかし私はパイオニア。後ろで誰かがドアを開けるまで待機するような真似はしない。その言葉を信じたいところです。墓場からは3人の応援する声が聞こえてくるぜ。負けろ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 。みん
な応援ありがとう。これがメメ村の絆ですね。この村焼き払った方がいいよ。今映っているようにたくさん部屋があるんだが、部屋ごとに正解の扉は一つしかない。なので結構最後まで接戦のレースになりがちです。結局一本道だものね。まあ正直序盤は前走っても後ろ走ってもあんま変わらん気はする。私は当然前走るけどな。それでは全員スタート位置につきました。隣のでかいやつのラフプレイに気をつけていくぞ。初めは一つしか扉がないから絶対開くわね。ここからタクだぜ。次は右な気がする。はい正解。ここも深い右側はさすがに違う気がする。ということでこっちに行きます。お、ここも正解ですね。やっぱ日頃の行いだな。は、恐ろしいまでのフラグ回収速度。マップ的にそろそろ左側に行きそうな予感がする。ここだ。残念。ここでさらに右側は恐怖と極端なルートな気がするわね。しかし今んとこかなり前らへんキープできてるな。いい感じですね。次はさすがに左なはず。どこかで並走してるこいつらを出し抜く必要がある。復帰に立ち甘えよ。日頃の行いが足りないようだね。私レベルになるともう電車で5年配の方に席譲るために座って待ってるくらいだからな。初めから立ってろ。っていうか何でかなり後ろになっちゃってますけど。ここで前走れてないのはまずい。次の部屋の横がゴールに繋がる部屋だからここは絶対右ね。ここを最初に開けれるかどうかだが、うわぁ。やばい、最初に開けられちゃってますよ。待て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 、やっぱじゃんけんで決着をつけることにしないか。ここまで来て。あいつ右側行ったなバカめが。手のひらドリル。はいじゃんけんパー私の勝ち。そしてお前の負け。出直してこい。お相手のミスなければ負けてたのにこの態度。結果的に勝った方が偉い。今からじゃんけんし直したら。ここまで来て。さっきあんたが言ってたんだけど、そんなこと言ってないが。ここはポールガイズ勝利の演出も変えれるの面白いですよね。これいつの間にか勝手にセットされてたけど、割と気に入ったからそのままにしてるわ。っていうか音量でけえなおい。編集で調整しろ。そして飛ばされる演出。まあ動画裏で何回も見てるから、まあ何はともあれ今回も無事勝利できてよかったぜ。強制労働域の3人も喜んでくれてることでしょう。3人の分まで長生きしなきゃな。強制労働イコールし。ということで今回の動画はこれで終わり。高評価&コメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。イカれたメンバーを紹介するぜ。でかーい、説明不要。2メートル40センチ、ラテ1729だ。ミゾレモンか、それ以外か、ミゾレモンだ。フォールガイズやってる時とそれ以外では性格が変わりすぎて、フォールガイズしてるガンマスさんは苦手と言われ始めたガンマスさんだ。今日はこの3人を連れてデスゲームへと興じていきたいと思う。1回目に行って地獄、勝てるわけがないよ。本日はスクワットでチームの絆を見せつけていくぞ。何で初めに出した動画ぶりですね、チーム戦は。いいか君たち、私の足だけは引っ張るんじゃないぞ。絆とは、美しき友情に感動した人たちはぜひ高評価よろしく。そんな人たちはいません。それとサバの味噌にも食べたいって人も解いてくれ。脈絡のないサバの味噌に。1戦目はヒットパレードですね。割とポピュラーなコースだが私たちの動画ではまだやってなかったな。ステージ自体はめちゃ簡単。しかしそれゆえに差がつきにくく、少しでもミスると敗退もあり得る。ある意味難易度の高いステージだ。深夜帯はお相手も強めだしね。いつも通り脱落したチームは地下労働施設に送られてしまう。そのため負けてしまうと戦犯攻めは当然として。当然として損害賠償請求や暴言などまで飛び交う可能性が高い。この村本当に焼き払った方がいいよ。ということで本日も負けるわけにはいかないんだ。人類史上最悪の負けられない理由。今日は勝つために秘策を用意してきている。あんたにしてはなかなか準備いいじゃない。して、その秘策とは？秘策とはピンチの時に使うからこその秘策なんだぜ。だからまだ秘密だ。最後まで明かされることなく終わりそうな予感しかしませんね。なんかここ初手落ちた方が早そうだから今回は落ちてみる。残念ながらこけてるからロス。今後の人生かかってんだぞ。早く立ち上がって走れ。ボール第2もパワハラ。今のところかなりよろしくないスタート状態ですね。このステージ詰まるポイントないし厳しいわね。ここで場を利用して1発狙ってみっかな。変な方向に飛ぶリスクもあるけど大丈夫ですか？こういう時こそチャレンジよ。おい、おっこれは悪くないんじゃないか。間に合い間に合い間に合い。そが、最後は焦ったわね。一旦あくまで落ち着く。ラテさん前走ってますし、これはいけるのでは？初手からトップ7通過だと恐怖と焦るんだよな。まあそこは深夜帯だから仕方ないわね。ていうか毎回思うんだが、この振り子地面に埋まる謎のバグ何？周りの人が何かにぶつかったりしているのを見るに、このバグは特定の条件下でしか出てないっぽいですね。まあ私からしたらこっちのが楽だし別にいいけど。メメさん振り子地面に埋まってるんですか？チーターかな？私の意思じゃないバグなのでキックが悪いです。まあ何を言おうが先ゴールした方が正義だけどな。ここクロートは一旦落ち着く。そしてそこからのギミック使っての加速。はいうまい。順位は微妙の一言につきますけどね。今回は仲間たちの力を見るためにあえて後ろを走ったのさ。今更に後ろで死にかけてる人いるけど、謎の挙動してて草。倒れたまま登っていくの地悪からやめてください。キモい動きはしてたが、まあとりあえず突破できてよかった。そうね、キモい動きはしてたけど、とりあえず初手で4スクワット、計16人が地下労働施設に送られます。彼らが地上に戻る日は果たしてくるのだろうか。ちゃんと労働して体を鍛え直してこい。次はフープループレジェンド。フープをくぐってポイントを稼ぐタイプのやつですね。白1点、金5点で合計24点稼いだら通過ね。これがなかなか難しいとこなんだよな。金の奪い合いの時にどのタイミングで損切りするかなど、駆け引きが大事になってくるステージです。まあでも私このステージ得意なんでキャリーしてやるか。人を出し抜く性格の悪さには定評があります。キリサメマリサ。賢いといえ賢いと、フィールド上に出てくる金フープは常に一つだから、うまいこと発生先を読んで行動していきたい。初手は木の金フープはかなり遠目になっちゃってますね。右奥だからさすがにパスだな。今から取りに行っても間に合わないだろうしな。堅実に1ポイント
積み重ねるムーブでいきましょう。真ん中右の白フープ初手取りに行くとするぜ。真ん中から取れるは1のフープかなり多いから基本真ん中保持でOK。それじゃ早速1ポイントいただき。ここできれば落ちたくなかったですけど仕方ないですね。まあまだ初手の金消えてないみたいだし、今真ん中行けば全然間に合うはず。よしよし、基本ここの保持で取れるフープ探していこう。左のフープ取れなくはないみたいだけど若干遠めね。そこみぞれさんが大移動して向かってるっぽいしスルーでいいや。奥の金フープもまだ時間かかりそうなオーラ出てますね。できれば真ん中近くに枠フープ通りたいんだけど、あそこの奪い合い長引いたらディスアドだから白も稼いどこう。今のところ合計4ポイントと微妙オブ微妙。真ん中に金フープもう湧いちゃってますよ。いやでもこれもう先に真ん中待機してる人いるな。これでワンチャンないか。残念。いややっぱこれもう真ん中にいるべきだわ。私はもう永遠に真ん中陣取って金狙うぞ。そして真ん中に金フープが枠ご都合主義。おい話せ。この金フープは私のだ。醜い争いが繰り広げられてるわね。金フープ取った後もすぐ戻ろうとするアスリートの姿勢。でまた真ん中に金フープ湧いてんのくさ。ずっと待機してた同じスキンの君には悪いが、悲しいかな。これが現実だ。絶対に譲らないという意志を感じる。2本金取れてるしとりあえず通過は安定ね。まああとはもう消化試合だな。残り時間は足で操作するぜ。カチカクなメプゲーミング部。油断の振り幅がエグい。まあどうせ少し待ってたらまた真ん中に金フープ湧くだろ。まあ真ん中ポジが明らかに強いですからねここ。さて金フープ湧くとおっとやはり真ん中。この思いを届け。ヌメッとくぐり抜けましたね。マリサが普段体を洗ってなくてヌメってたおかげね。とんでもない嘘で私の印象を操作するな。はい、ここで本ステージ4本目となる金フープをくぐる。余裕の1位通過です。圧倒的キャリーの極み。取った点数の比率に応じて今後の地位を制定すべきだよな。やっぱこれからは成果主義が基本なわけだし。ホールガイズの点数で決まるチートかいやすぎる。やはりこの人だけは上に立たせてはいけない。残り4スクワットだがゲーム数的にまだ1ゲーム挟みそうだな。次は雪玉サバイバルと。あ、マリサさんがいつも脱落してるとこですね。このステージならマリサの地位が妥当なとこに落ち着きそう。労働奴隷とか、いつの時代だよ。現代社会における一般的な地位までに留めておいてくれ。でも他の仲間たちが即座に脱落したら、鞭打ちした後に奴隷になって働いてもらうかな。厳しいとかいう次元超えてますよ。こいつに生まれながらの地位を与えなくてありがとう神様。私ほどの才覚があれば地位は後からついてくるとのご判断だぞ。傲慢で貪欲なツボ。まあサクッとクリアしてやるとするぜ。このステージは出てくる雪玉をかわして生存するステージですね。落ちたら負けだから目を離さず見ておかないとね。雪玉が何個出てくるかでかなり難易度が変わってくるが、3個とか出てくるとかなり厳しいと言わざるを得ません。逆に1個ならほぼほぼ余裕なステージなわけだけどね。今回は1個っぽいな。まあそれはそれで1人でも落ちたら負けになりそうだし、落ちたら先般一直線だからいつもよりちょっと緊張するぜ。ところで私たちと同じスキンの人まだ残ってたようですね。この趣味の悪いドクロのスキンな。いやいや可愛いでしょ。ネクロマンサーっぽくて理解はできないけど、まあ趣味思考は人それぞれだものね。ああそうだな、理解はできないけど。マリサさんと霊夢さんの格好の方が理解できないですけどね。よくその格好で外で歩けますよね本当に。おいへそ出し短パン小僧スタイルのレイムと一緒にするな。おい誰が短パン小僧だ。あんたこそよくこんな真夏にそんな暑苦しい格好できるわよね。しかも普段ほうき持ってるし。何、清掃ボランティアの方。あ、言っちゃった。今言っちゃったような超えてはならない一線を超える発言。今度寝てる時に砂糖でありお前の口の中に誘導するぞこら。それはさすがにやめろ。嫌がらせがあまりにも演出かつ独創的すぎるんですけど。そういうところにだけオリジナリティ出すのやめて。早回しな。生きろ。死んだら先般だぞ。仲間相手にも慈悲はない。まあ実際今んとこ誰も脱落してないっぽいから先一人落ちたらほぼ負けね。まあ残り3秒だし大丈夫だろ。みぞれさん危なかったですね。落ちてたら首を落とされるだけじゃ済まなかったですよ。戦国時代かよ。もっと進化して。というかマリサは言われる側でしょ。攻めれる時は常に攻める。それが我が家君。滅んで。これ多分落ちた人はパーティーボイチャでボコボコ言われてんだろうな。そんなパーティーはここだけですよ。まあでも何にせよ次で多分最終試合ね。何で同じスキンのやつ結局最後まで残ってんだよな。最後に私自らの手で奈落へと送ってやるぜ。まあ例がごとくファイナル前に1試合別のステージ挟むんだけどね。安定の100の都合。例がごとくこのステージは妨害ばかりなんでしょうね。いや今回は違う。しっかりうまいプレイもできるということを見せてやろうと思ってな。当然その言葉に信頼の2文字はありません。悲しいことだが私にできるのはまた信頼を1から積み重ねていくことだけ。今はそのそしりも受け入れよう。すごい、めちゃくちゃ真摯なセリフなのに全く心が動かされない。奇遇ですね私もです。お前ら体勢極まりすぎだろ。ここは6人落とせば勝ちだけど、せっかくならみんなで笑顔で突破したいよな。そして今は無理でもいつかこの戦いを終わらせたいと思ってる。お前も分かってくれるか。分かってくれたみたいだな。どういうこと？拳には拳で、踊りには踊りで返すのが礼儀。お返しの舞。まあでも確かにここだけ見れば微笑ましい光景ね。30秒後くらいにはどうせ醜い争いが繰り広げられているんでしょうけどね。共に行こう。争いなき世界へ。今回は結構オブジェクトも多めでいつもより難しそうね。どういう条件で難易度が変わるのかは知らんけど、こういうオブジェクト配置になった時は争いが起きやすいんだよな。あれ今争ってます？いや体調が悪そうだったからおでこ合わせて調べようとしただけ。いつの時代のラブコメだよ。今の時代でもまだ全然現役の表現だろうが。そこにこだわるんですね。こういう小さな気遣いから恋は始まるんだよ。ホールガイズで出会おうとしないで。まあでもこんなコスプレチックな格好は勘弁だけどな。鏡見てください。美味しそうだけどな。いやというか実際に美味しいけどな。人のことを見た目で判断するなんて愚かなこと。味を見ろ味を。エコーがガチのホットドッグ。見た目に中身まで乗っ取られてる人が中身を見ろっていうの皮肉すぎますね。うん、脱落する気はしないんだけど。あーやばいやばい、そこ落ちちゃうよ気をつけて。全力でスティック前に倒しながらこのセリフ。お相手さんもさすがにマリサさんを警戒してそうですけどね。いやいや私たちは踊って友好を深めた中、互いに互いを信じ尊重し合う。そんな関係、裏切り悪心なんてありえるわけがないんだぜ。であれ、鶏。そろそろ
プロ怒りますよ。もはや語るまでもない展開。まあ分かりきってたことですから、確かに裏切りには該当しないかもですね。私は溢れる涙を拭うことすらなく走り続けた。ボエムやめろ。おっと、ここで残り脱落人数あと一人。ならばその一人は私自ら消してやろう。君はここで死ぬんだよ。何？ギリギリ他の人が脱落して助かったみたいですね。悪魔の魔の手にかかる人が減ってよかったわね。スクワットに戻ってついにファイナルステージと、せっかくだから4人であることを生かしたゲームだといいわね。この4人の場合以外ならその通りなんでしょうけどね。この4人の場合以外なら、最終ステージはジャンプショーダウン。回転するボールを避けて最後まで生き残っていたチームが勝利となるゲームだな。こういう生き残り系のステージをスクワットで引いた場合、チームメンバーのみ生存となってもなぜか最後の1人になるまで続くのよね。やはりですゲーム、このルールだと争いが起きない方がありえない。お願いだからありえてくれ。まあでもさすがに今回はみんなで協力するとしますか。そうですね。一旦過去のイコンは置いておいて、この試合しっかり勝ちに行きましょう。そうしますか。ダメだ。前向きな回答を聞いてなお信じることができなくなっています。裏切りはメメ村の日常だからな。とりあえず地面が分かれたらチームも分かれるようにしましょう。オッケーです。まあ今回はあれですよね、協力ということなので最後まで誰が生き残っていたとかは全く関係ないですよね。そんなの当たり前じゃないですか。この場には最後の脱落順なんかでマウントを取る人なんていやしませんよ。パンマスさん、そうですよね。無粋な質問をしました。みんなで勝利をつかみましょう。ラテさん側に一人寄っておいた方がいいかな。これあ、でももうそこの床も落ちちゃいそうですね。ジャンプで渡ることは全然できそうではありますが、いやこっち側一人で大丈夫です。まあそういうのなら向こう側はラテさんにお任せするとしようか。ちなみに床はこのまま落ち続けるけど、最後の2枚だけは落ちずに残り続けるシステムよ。極論ラテさん側の2枚だけ残る可能性もあったりするので、ポジションを分けておくのが割と大事な気がします。まあ今のとここっち側好戦的な人いませんし大丈夫そうです。あれ？というかよく見たら私たちの方3対1の構図では、落とせ。3対1なんて卑怯な真似は私にはできない。せめてもうちょい嫌そうな表情しろ。まあ仕掛けるにしてももうちょい様子見てからでいいですね。とりあえず盤面が固まるまでは静観でいいだろう。待ってたら割と早く人数減っていくものだしね。ラテさん側の方からなぜか一人無理して渡ってきたな。あ、これキルいけそう。このスキンの勝者を決めようか。迷いなき殺意。はい、私の勝ち。キルする技術だけ成長しすぎでは。他の技能は全く成長してないのにね。お、こっち側の敵さん飛んでいっちゃいましたね。じゃあこっち側もう残り一人なんで道連れします。ラテさん、これはナイスプレイね。もう敵もいないし、これで勝ち確となったわけだが。そうですね、ここから真のファイナルが始まったわけですね。負けません。まあでもあれですよね、やっぱ最初に落ちた人が一番下手ってことですよね。おい、私はこの身落としてチームの勝利に貢献したんだぞ。何を言おうが最終的には実力。まあそもそも道連れしかできなかったのが弱さですよね。こいつら、残念ですがガンマスさん、あなたはここで終わりです。はい、え、うわぁ。はい、お疲れ様。みぞれさん、次はあなたです。さよなら。はい、またしてもメメ村格付け完了。仲間の死体を踏みつけている栄誉に何の価値があるのか。あんたたちは本当にそれでいいの？最高に気持ちいい。これ以上ない快感しね。まあこれはあれですよね、チームの勝利というやつですよね。もちろんそうに決まってます。バラバラだったチームがこんな固い絆で結ばれるなんてなどと言っている人もいましたが、実力は火を見るより明らか。これがキャリーであるという事実だけは認識しておいてくださいね。ある意味恐ろしいなこいつ。ということで本日の動画はこれで終わり。高評価&コメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それではまた次回の動画で、さらばだ。圧倒的フォールガイズの極み。今日はフォールガイになりきって実況していこうと思う。ほう。ムカつくからやめろ。ほう。暴力に訴えないで。本日のメンバーはラテさんっぽい顔したミゾレモン。オレンジ以外にアイデンティティを証明する方法がないガンマスさん。何も着ない全裸のグサオさん。この3人とスクワットを潜っていくぞ。メンバー紹介に悪意しかないです。初めのステージはぐるぐるファイト。ここのスクリューに巻き込まれると見るも無残に体を切り裂かれてしまうぞ。とんでもない風評被害で草。フォールガイズはそんな殺伐としたゲームじゃないです。まあこのステージは割と簡単だし軽くクリアしてやるぜ。油断と慢心チャンネル。そういうからには1番でゴールするんでしょうね。そんなの言うまでもないだろ。言うまでもなさすぎて言うのが無粋な感じまである。私が1位になることまでは規定事項で2位を誰が取るかというゲームだからな。下に油が乗りすぎでは。まあそこまでの自信があるなら見せてもらいましょうか。小さい頃喧嘩した時はよくぐるぐるファイトしてたからな。ぐるぐるパンチとこのステージに因果関係はありません。私レベルになるとぐるぐるパンチで相手の首をもぎ取ることも可能。そんなぐるぐるパンチは嫌だ。ちなみにそうしてもぎ取った首はアクセサリーとして腰につけているぜ。ダークファンタジーの蛮族しかやらないぞそれ。初動は可もなく不可もなくといった立ち上がり。これで本当に1位が取れるんでしょうか。任せておけ。ここでバーを利用して前に加速するモサムーブを決める。前に加速、できましたか？ああ、焦るミニにはまあまあまだ早い。落ち着け。私はエンターテイナーだからな。あえて一度窮地を作って逆転を演出するのさ。それを口に出すのはエンターテイナーとして三流では。お仲間さんも全員すでに前走ってるわよ。あれ、メメさん手こずっているようですね。まずいガンマスさんが見ちゃり始めた。ガンマスさんは味方がミスするとすぐ見ちゃりますからね。でおい、邪魔邪魔。ちょ、マジでやめろ。一旦落ち着いていきましょう。言うてみぞれさんもまだ近くにいるから大丈夫だな。仲間が苦戦してるのを見て心を落ち着かせる圧倒的です。安泰地位は余裕とか言ってたけどいけるの？そりゃいけるだろ。頑張った人はみんな一番だからな。幼稚園理論来ました。
それが許されるのは幼稚園年少組までだぞ。まあそもそも1位という言葉の定義にもよるよな。そこを事前にしっかり定義してない霊夢側にも問題がある。ヘリクツ魔法使い、ここ逆転を狙って真ん中から飛び込む。まあそんなやけくそうまくいくはずもなく、しっかり後ろに戻されてるのくさ。やばい、この中で土下になったらまた見ちゃられる。脱落よりも仲間からのマウントを恐れる最悪のチーム。今は他の人の妨害なんてしてる暇はない。とにかくチーム内で土下にはならないよう走るぞ。普段からこの真剣さがあったらいいんですけどね。誠実さと真摯な態度からは最も遠い位置に存在してる。まあみぞれもんが後ろにいるからいけるな。私たちも大分部だったからすぐにゴールしては来るだろうが、ホエットゴール。チーム順位は現在2位と、まあ悪くない数値ですね。なんだったらみぞれさんゴールしなくても突破はできそう。あれみぞれさん、まだそんなところに。また動画でいじられますよみぞれさん。すみませんすみません。これが地獄ですか。この美しき友情に感動した方はグッドボタンよろしく。どこに感動するポイントがあるんだよ。まあ結局みぞれさんも無事ゴールしに行って通過と。ここで脱落してたらみぞれさんがまた見ちゃられてましたね。いやその場合は見ちゃらないぞ。そうよね、さすがに負けたら慰め。その場合はみんなギリギリ聞こえる音量で下打ちするからな。嫌すぎるこのコミュニティ。次はド定番のスピンレース。もはや目新しさのかけらもありません。嘘でももうちょい盛り上げるのが実況者だろ。ではこのコースに新鮮さは感じてない。食い気味。まあ名前的にぐるぐるファイトみたいなもん。それで行くならアンター足でまといになりそうだけど。さっきのステージは力を抜いてたと言ったろ。と言ってもまだ私が本気を出すに値するステージではないな。今のうちからしっかり保険をかけに行ってますね。まあ追い詰められたなら私が力を貸すこともやぶさかではない。皆の者頑張るように。態度のデカさには定評があります。しかしそれに見合った実力は当然ありません。話変わるけどさ、最近一生寝てるんだよな。話変わると前置きすればどんな話しても許されるわけじゃないよ。マジで10時間寝るとかもザラ。冬眠の周期来たかも。クマかな。何かをやろうかなと立ち上がろうとしたらあら不思議、いつの間にかベッドの上にいるんだ。これは異変に違いないぜ。そんなしょうもない異変があってたまるか。まあ気持ちはとてもわかりますけどね。ベッドほど包容力のある存在はいませんから。そこで私はいいことを思いついたんだよな。世界からベッドをなくせばもっと編集できるんじゃないかって。世界を巻き込まないで。まあ私たちだけベッドがなくなるのは悔しいですもんね。他の人たちも損益を一緒に被るべきですよね。他の人のマイナスがプラスになると考えてるタイプじゃん。今フォールガイズやってるんだから集中しろよ霊夢。他の話にかまけず実況に意識を向けろよ。殴っていい。最近霊夢さんが手段として積極的に暴力を採用するようになりましたね。信じられるものはやっぱ自らの拳一つかなって。発想と発言が格闘漫画の悪役なんよな。というか試合かなり微妙っぽいですけど大丈夫ですか。いつもの感覚的にこのままだとまずそうですけど。まあまずいけどいけるだろ。何その謎の自信。いやここで脱落したら動画になってないからな。とんでもないネタ。ウサオさんは前走ってるがみぞれガンマスのコンビは後ろのようだな。すみません多分まだ結構かかると思います。簡単に勝ってもあれなんでエンタメのために予測してます。両者の性格が一発でわかる戦闘ありがとうな。まあかなり危ないのでここは妨害してる暇もないし、今回は仕方なくこのままゴールしてやるとするか。現段階にならいけそうだけどね。結局あのアトロク移動客さんチームと恐ろしい接戦になりました。1点でも低かったら普通に脱落してたな。そのおかげというべきか8スクワット生存になってるわね。今回は特段やべえ奴らもいなさそうだしなんとかなるだろ。こいつたパーフェクトマッチ。タイルの果物覚えて生存するゲームですね。あんた確か前すぐに脱落してなかったっけ。それよりも早くグサをレイマリが脱落してたからセーフ。私を攻めるということはその二人を攻めることに他ならない。お仲間シールド発生。仲間を攻撃の斜線上に差し出す圧倒的クズ現る。まあまあ正直前回は油断しただけで今回はいける。逆に考えてほしい。こんなん幼稚園児でもかろうじてクリアできるだろ。お仲間シールド割れてますよ。まあとりあえず初手端っこ脇なのは悪くない。この回転する棒は4隅までは届かないからね。基本ここのポジ守りながら無難に生存を目指していこう。あまり端っこいすぎたらキル狙ってくる人もいるんですよね。あんたたちじゃん。とりあえず初手は2種類だけっぽいから安泰。私たちがいるマスがリンゴで両隣がオレンジのマスですね。リンゴだったらいいけどオレンジだったらバーにも気をつけてね。私が外側なのでキル狙うのも無理だな。ここは落ち着いてとりあえず突破を目的に動こう。今回残るマスはリンゴですね。じゃあこのまま待機でいいな。みんなも今回はしっかり覚えてたっぽいので大丈夫そうです。あ、ちょま、あまあみぞれもんはゲームスキルを代償に穏やかな性格を連成してるからな。権利の扉みぞれもん。手追いガンマスさん。これもまたエンターテイメンツ。おい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 、さすがにこれはまずいまずい。初手二人脱落は無理無理かたつむりですよ。あでも何気順位まだ6位でなんとか粘ってる。となるとこれは私たちがここで生存し続ける必要があるわけね。一個下のチームが生存し続けたら逆転されちゃうかもだし。みかんさくらんぼぶどうバナナ。みかんさくらんぼぶどうバナナ。いつになく本気で草。そして残るタイルはバナナ。はいバナナイズここ。まあ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 、結局は私とグサオさんが生存してればいいだけのお話。ここ二人落ちなければ絶対に逆転はありえないからな。逆転されそう。その横でまたすごい人数脱落していってますね。7位と差も開き始めてるし、もうこれは逃げ切りいけそうだな。7位以下の点数の動き方的に残り1人っぽいし、とはいえギリギリの6位であることに変わりはないわよ。ここは油断せず詰めていきましょう。ぶどうみかんさくらんぼりんご。スイカが近くにないのでスイカが出たら他の人がいるとこに便乗しましょう。他人だよりプレイヤー来た。そして残るタイルはりんご。はいりんごはここです。もう余裕なんですよね正直。こんなの油断しなきゃ基本脱落なんてありえない。で何掴んでるんですかあなた。まあこの後無事クリアできたわけだけどな。これはハードキャリーですよ。反省してください皆さん。
まあでもあれですよね、結局メメさんも脱落してるし同じですよね。いやいや、私はほぼ最後まで生存してましたし、チームも相手の妨害によるものなので、初手自爆マスさんと一緒にしないでください。そもそも初手脱落するとか恥ずかしいと思わないんですか？さっきからみぞれさんが黙々とダメージ受けてるわよ。次のステージは溜め込み合戦だな。私たちは初めて当たったステージですね。ボールを転がして自分の陣地でキープするゲームね。3チームでの戦いになるから駆け引きが難しいんよな。というと？弱ったパーティーを2パーティーで集中狙いするのが大事だ。それだけ聞いたらとんでもないゲームね。私向きなゲームでないことは確かだな。むしろマリサさんのために作られたと言っても過言じゃなさそうですけど。弱気を助け強気をくじく。私はそういう女だからな。このゲームだけはどうしても好きになれない。しかしこれをせねば仲間が浮き目に合うというのなら、私は涙を飲んで弱気をくじこう。姿が画面に映ってませんが、マリサさんニッコニコです。口角がっち裂け女みたいな角度まで上がりきってる。これが印象操作か。さてとりあえずこのボールを自陣に運ぶぞ。とりあえず1点目と順調そうですね。見事なカウンターパンチ食らってて、草やばい。私たちが一番弱い立場になっちまってるぞ。さっきのマリサさんの現場と集中して狙われますね。とりあえず私たちのボールを増やさなければ話が始まらない。黄色のボールは全て弾き出させてもらうぞ。黄色陣地の守りは1人しか残っていないみたいね。ふふ、バカめ。その慢心が貴様らの敗北の原因となるのだ。うまいこと青にボールかすめ取られちゃってますけど、まあもうこの際別に青に取られるのは構わん。大事なのは敵を作らない立ち回り。青の陣地に全部プレゼントするくらいの勢いでいく。赤の陣地ボール残ってなくて、草誰も守りがいらないというある意味わかりやすい状況ですね。まずい。黄色がこのゲームの趣旨をわかり始めてきてるな。境界線で守備する人数が確実に増えてます。あと30秒以内にこの点差返さなきゃいけないの。きつ。圧倒的弱者で、草おいお前ら弱者の妨害して楽しいのか。正々堂々戦え。手のひらが回りすぎて空を飛べそうな勢い。よく考えろお前ら。私たちの妨害をして勝ったとする。しかしそれをお前らは自分の子供たちに誇れるのか。恥じることのない戦いこそ私たちは望む。無慈悲に必死に運んだボールを押し返されてますね。お前らがその気なら私たちは絶対お前らを脱落させてやるからな。俺もう青でいいから黄色のボールを消すぞ。青さん敵は黄色です。ここは協力して黄色を打ちましょう。ていうかさっきからマジで黄色の守護を待って笑うわ。自分たちの利益を守ることばかりに必死な奴らめ。富を分配しろ。剣な思想出てますよマリサさん。あれこれ青の方が今弱ってる。黄色が3点でトップになってるわね。うおうおう、青許すな。さっきまで協力しようとか言ってたのにこの変わりよう。やばい、これどうするべきだ。もう黄色から取るのは残り時間的に不可能っぽい。となるとやはり脱落させるのは青しかない。へへへ、黄色さんたち青一緒にやっちゃいましょうぜ。うおうおう、てかそのボール出たら負けだぞ。ほギリギリタイムアップの後に出たおかげで延長入ったわね。いやでもこれもうピンチには変わりないですよ。おい黄色、お前らはもう十分持ってるだろ。1個くらい私たちに譲れ。願い叶わず。欲深き者どもめ。これはもう赤を増やすより青をなくすことにかけた方が良さそうですよ。オラオラ、おせおせはい、青さんたち必死に大玉転がし、お疲れ様。とんでもない接戦でした。今回7チーム残りの時に8チーム残ってたせいで、いつもよりゲーム数多いな。いつも絶望のスライムクライムやっていきます。ここでの脱落数他ステージに比べて異常よね。まあ一回落ちたらそれで終わりだからな。ソロだったら妨害する余裕もあるんだが、今回はスクワット。とにかくクリアすることを念頭に置いてやっていこう。妨害のしすぎで脱落したこともたくさんありますもんね。とりあえず初手のこの位置はショートカーン定。ここで跳ねれば上に乗れます。大きく飛び上がっていくわね。今回はとにかく先にゴールして得点を確保したい。それが本来の楽しみ方ですけどね。掴むという機能を与えた運営が悪いんだよな。ここ多少無理をしても最速での突破を狙って間に合え。クソだよ、これ一発で結構後ろになっちゃったわね。メメさん、このステージはなんとか2人でクリアしましょう。正直ここのステージはみぞれさん、ガンマスさんの2人には期待してない。悲しみ。まあ期待するも何も、右上を見てみてくださいよ。もう自分脱落してるんですよね。脱落 RTA やめろ。まあまあ正直ここ大体1人か2人クリアすれば通過できるから、まだいける。2人で頑張りましょう。メメさん、みぞれさんが脱落するの前提になってるの笑います。まあ実際ここをクリアするのはまだ見たことないからな。今回でその評価を覆してくれたらいいんだが。すみません、死にました。まあここまでは予定調和。問題はここからだな。前結構生存しちゃいますし、さすがに二人はクリアしないと厳しそう。あんたが少しでも前でゴールしないと危ないわね。正直クリアするだけなら全然余裕だから任せておけ。ここのハンマーの上乗る所とかは危険なんでやめとこう。今回は日寄ってこっから安全に行きます。今先頭の人がゴールしたみたいですね。前誰も走ってないからミスしなければとりあえず2は取れそう。いやここのハンマーも使いたくてたまらないけど、ここは欲求をぐっと我慢してとにかく安全な道を選ぶぞ。みぞれさんとガンマスさん、私が日寄ってるのは君たちのせいだから、しっかり責任を感じるように。先輩は忘れずに攻めます。この後草尾さんもクリアして3位に1点差で通過と。毎回綱渡りすぎて草。最終ステージはバッドラック。ここは前にやったことあったな。前回は逃げる側でしたけど、今回はどっち側でしょうね。マリサは食用泥棒だし、逃げる側のが性に合ってるんじゃない。誰が泥棒だおい。確かに霊夢と会うとき毎回財布から少しずつお札抜いてるけど、なんか少ないなと思ったら、あれあんたが抜いてたのかよ。ガチの泥棒さんでした。今回は私にふさわしい相手を追いかける側のスタートだな。全員捕まえてやるから覚悟しておけ。あんたは捕まる側よ。私が捕まえるまでみんなしっかり耐えるんだぞ。メメさん、やっておしまい。言われずとも、お相手さん前のステージで全員ゴールしてた。もさ中のもさ、相手にとって不足はありません。とりあえずこの触覚生えた人を捕まえると
するか。おいおい逃げるな。後ろめたいことがないなら逃げる必要はないはずだ。そういうゲームじゃないのよ。まあここのオブジェクトが扇風機なだけ前よか捕まえやすいな。あれ逃げる側めちゃ強ですからね。愚直追いでもいいんだができれば先回りして捕まえたい。おっとそっちに向かうのは悪くないぞ。ておいここジャンプで乗れないのかよ。打ち上げられた魚がごとく飛び跳ねています。ここでこのまま追いかけ続けるのはダメな気がする。おらそっちは罪だぞ。はいとりあえず一人目。他二人もとっとと捕まえておしまい。これで一歩相手チームからリードを奪いましたね。残り二人も今自首すれば罪は軽くなるぞ。もちろん地下施設での強制労働は言ってもらうが。捕まりました。ガンマスさんそれ次捕まえる側だから追いかけて。まあ任せておいてください。これで2対2の状況か。ガンマスさんと挟み撃ちで一人追いかけるべきか。いやここはガンマスさんを信じて一人ずつ追いかけ回そう。この判断が吉と出るか凶と出るか。挟み撃ちしないとなかなか捕まらないですからねこのステージ。おおお前それ捕まった判定でいいだろ。殺人の前でかわされてて笑います。まだかかりそうだからちょっとゴロゴロしてくるわ。捕まえたら起こして実況中に寝るな。この触覚生えたやつとはどうしても決着をつけねばならん。ここで2対1に逃げたら誇りを失う。その処理罪だね。唐突な密か。自分も同時にもう一人捕まえてます。いやこれは活躍しちゃったな。これはマジでナイス。踊ってたら終わったということで本日はこれで終わり。高評価&コメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それではさらばだ。今日も平和だな。今日はみんなで氷の上で追いかけっこ。みんな元気に駆けずり回っています。落ちたら終わりの白氷の上でなければ平和なんだけどね。むむ、端っこで寂しそうなお友達を発見したぞ。君も一緒に遊ぼうよ。あ、いなくなっちゃった。サイコパスかよ。人間と仲良くしたいけどその力の強さのあまり無意識に周りを傷つけてしまう怪物みたいですね。例えがあまりにも具体的すぎるんだが。待って待って、おいおい逃げるなよ。待ちやがれこの野郎。本性出たわね。君は私と一緒に遊ばなければならない。捕まえた人はもろい。またゲームの楽しみ方間違えてる。ゲーミング部じゃん。勝利よりも寄与する快感にとらわれてますね。端っこのお友達はしまっちゃおうね。ここ一旦手を出さず興味のないふりで油断を誘う。はい来ました来ました。かかったなアホが。ライアーさん。まあそもそもこうやって生き残ろうとする時点で遠回しに他の人を蹴落とそうとしてるわけだからな。あんたは直接的だけどね。そんな悪役非道のとは私が地獄に送ってみせる。何投げてもブーメランにする才能。ここら辺チームのメンバーめちゃんこ多いですね。みんな生き残ろうと必死だからな。メメさんこれどうします。私右側に分かれますね。ちょちょちょガンマスさんこっち来ないで。わかりました離れます。離れるどころか同じ場所来てますよね。まずいまずいまずい。無理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 。お母さん、お父さん、私はもう少しで強制労働施設に送られます。もし次会えることがあるならとにかくありがとう。つげ施設2年、ペナルティの強制労働を終え、私は帰ってきた。2年後、フォールガイズで、ワンピースかな？ゴムゴムの王を。おいやめとけ怒られるぞ。高評価コメントこじき。リスペクトが感じられない内容。でも帽子かぶってますし、もしかしてルフィ。ガバガバ判定やめろ。ちなみに今日は録画ミスで音が二重になってたりするが、私は別に気にしてないぜ。問題があるのは視聴者側からなんよ。今日のメンバーは2年間で太って帰ってきたガンマスさん。どすこい。多分ミゾレモン。スレイマリです。特にナイグサオさんの3人を連れてスクワットやっていくぞ。せめて何か言ってあげて。レッサーパンダの動画がやけに回ってくるので、今日はレッサーパンダスキンで行く。これは文句なしに可愛い。そして本日一発目のステージはフルゲルト。簡単な時は簡単だけど難しい時は難しいステージですね。なぞなぞみたいな言い回しやめて。まあ初めに前を走れれば簡単。で遅れたらシーソーが傾けられてしまっていて挽回が難しい。そういったステージだな。さすがルフィ。ゴムゴムの王。殴っていい？効かないねー、ゴムだから。お願いだから死んで。最近ワンピースの映画フィルムレッドが公開し世間を賑わせていますが、私たちは今のところ見ていません。まあ映画館に行くには少なくとも1万歩歩く必要あるしね。ちなみに霊夢の1週間の1日平均移動歩数は3歩だ。たどり着けるわけがないよ。この動画も動画タイトルをワンピースフィルムレッドとかにして映画の違法アップロードと勘違いしてきた奴らを釣っていくか。地獄みたいな戦法やめろ。初手スタート位置は左真ん中と微妙なところでしたが、今のところなんとか問題なく前に食いついていってます。ちなみにこの時リアルで政治関連の話をしていたのでやり取りは動画化されません。ぐしゃお。グサオさんが初動の荒波に飲まれて消えたわね。まあ今回はトップ10通過。私がトップ層でクリアすれば通過に問題はあるまい。おっとこれはかっこいいセリフです。それなら遊んでないで早く言って。これはかっこ悪いプレイ。むしろ可愛いだろ。可愛さの極致。マリサちゃんとレッサーパンダが融合して可愛さのブレイクスルーが起きてる。さあそう。とりあえずここのとこまで落下なしで来られたのは大きい。このままリードを広げたいですね。ここはじゃがりこのサラダ味的にもバットなのでトランポリンを利用せずストレートに走って通過するぞ。なんてこれ編集してるのが深夜の5時ですからね。それはもう深夜じゃなくて朝なんよ。ちなみに今現在は朝の7時。今のセリフのうちに2時間挟んでるの。ゆっくり実況のリアル。裏事情を見せつけつつ最終セーブポイントに到達。横にはレイマリさんも走ってきていますね。負けるわけにはいかないので急ぐぞ。仲間相手にも負けず嫌い。まあガンマスさんでないだけマシであることは確かだが。ガンマスさんは先ゴールすると2着つきますからね。2着2着。まあそも私が負けることなんてありえないけどな。レッサーパンダ特有の尻尾をフリフリしながら進みます。かわいい。えへへ。あんたじゃないわよ。理論的に考えてみろ。大きいお目目に柔らかそうなほっぺ。そして各パーツの素晴らしい配置。これをかわいいとせずしてなんとする。中身があんたじゃなければね。中身で総裁どころかマイナスになってるんですよね。私は中身も完璧だけどな。君たちは全くもって分かってない。あれレグサオさんまだそんなところにいるんですか。やはり見にくかった。
次の戦いはパーフェクトマッチ。別に難しいゲームでもないはずなのに毎回初手で脱落者出てるわよね。意識を二つに向けなきゃいけないのが難しいんだと思います。まあ足場のタイル覚えながら真ん中のバー避けるわけだからな。私のようなマルチタスクの天才じゃなきゃそりゃ難しいか。あんたの言うマルチタスクは内容が違うでしょ。マリサさんの言うマルチタスクはポテチを食べながら iPhone をいじるとかですからね。ただの怠け者。まあここいらでお遊びでフォールガイズをしてる奴らに格の違いを見せつけてやろうと思う。お遊び以外でフォールガイズしてる方が異常なんだよな。この人たちも負けてから地下労働施設に連れて行かれる段階になって初めて気づくんですよ。あ、このゲームってデスゲームだったんだって。視聴者の8割も地下の強制労働は経験済みらしいからな。はい、それじゃ早速油断してる人を見送りだ。極悪非道で草。あはははははは、今あの人完全に油断してましたね。ここが戦場だということをしっかり教えてあげました。あいつも自分がここで死ぬわけないって顔してたもんな。まあここの初動で争うやつとか相当な妨害中だからね。あ、やばい、何もタイル覚えてなかった。マルチタスクの天才かっこ笑い。メメさん、バナナはここのタイルですよ。ウサオさんいなかったらここで運ゲー始まってたわね。妨害を優先してるからこういう状況になるのよ。私も何も妨害したくて落としたわけじゃないんだよ。端っこは仲間だけに固めといた方が安全だからな。悪い気を起こす前に危ない芽は摘んでおくのさ。つらつらと言い訳が出てきます。っていうかあそこめちゃ人固まっててやばいですね。確かにめちゃ人落ちててもう勝てそうだし落としに行きますか。ありありのあり。今回の周期はちょっと危ないので次で行きましょう。物騒な会話してるな。お前が言うな。みかんはここなので今回も停止で大丈夫ですね。ホクホク。覚えること放棄してない。あっちでぬくぬくしてる奴らも次で終わりだぞ。せいぜい今のうちに精を浮かしておくんだな。完全に悪役のセリフで草。よしあいけー。うおー。ぬくぬく仲良し幼稚園タイムは終わりだこら。オラはまず一人目だ。お前らはここで落ちてその青春を強制労働して過ごすんだよ。妖怪地下労働施設送り。じゃあ一般落下ガンマスさん、正にしがみつかないでみんな死を受け入れてください。やばいこと言い始めたわこの子。これこそが救済なんです。何人キルするんだ。できる限り多くの人を救いたい。あ、というかこれブドウはどこですか。ブドウは何も見てなかったですよ。今回は自分も見てません。こうなったら真ん中乗るしか。あ、まあここで落ちても通過だから別にいいんだけど。普通に1位通過でしたね。マジでめちゃんこキル狙ってて笑った。キルリーダーでしょこれ。私が落とした人たちは今頃地下労働施設行きのバスに乗ってるんだろうな。そう考えるとより一層ご飯が美味しく感じるな。他人の不幸をおかずにご飯食べるな。そろそろあれまたやっとかなくていいんですか。あれ、あ、あれね、ゴムゴムの王。高評価コメントこじ。当チャンネルのレギュラーと言っても過言ではないステージ。ジャンククラブのお出ましだな。もう特に言うことはありません。言うことがなくても画面から消えないでくれ。霊夢に至ってはセリフすら消えてるな。本当に大切なものはなくなってから気づく。そんな言葉がありました。霊夢は多分今その言葉を実感してるんだと思います。実感させる側なんですね。まあでも霊夢を呼び寄せることなんて簡単なんだよな。まずそこら辺に小銭をポイッとしてます。どうも。安すぎます、この巫女。失礼な。私も小銭が落ちた音で100円玉だって見極めてたから来たのよ。1円玉じゃこんなに早く来なかったわよ。情報が出揃うほどドン引きなんですけど。霊夢は小銭の落下をも見極める程度の能力を持ってるからな。巫女としてどうなんですかそれ。神様はお腹を膨れさせちゃくれないからね。言う場所が言う場所なら問題になりそうな発言だな。今回はコンパクトに勝つことを目標にしている。だから妨害を期待している視聴者には申し訳ないが、このステージは一切の妨害をしない。そんな視聴者はいません。そう言って妨害をしなかった試しがない。いや今回ばかりは本当にしない。たまにはこう言って本当に妨害しない事例を作っておくことで、これから一生視聴者に託を押し付けることができるからな。理由があまりにもひどすぎる。いいかみんな、霊がごとくこのステージは即落下したら負けの向だ。今回ばかりは絶対に落ちるんじゃないぞ。あ、どうも。何やってるんだグサオさん。こんな序盤で落ちるなんてありえない。ことが起きるからこの世界は面白いよな。先般攻めをごまかせてないわよ。ちなみにこの後ガンマスさんが一人で生き残ってなんとかなりました。ガンマス、ガンマス、みちゃみちゃ。霊がごとく尺稼ぎで一戦カウントフルーツを遊んでいくぞ。この試合はその試合で仲間がいないけど、あんた自分でちゃんと覚えれるの。私は普段あえて覚えてないだけだからな。仲間に活躍の機会を与えるために愚者を演じてる。そんなことしなくてもマリサさんは十分愚者ですよ。自信を持ってください。マイナス方向に励まさないでくれ。最近で一番お気に入りのワニスキン。このスキン可愛いですよね。ちょっとアホそうな表情がいいんだよな。まるでマリサみたいね。やっぱ親近感湧くんですか。呼吸をするように私をけなすな。しかしこのステージはかなりキル難しいですから、マリサさんもいつものようにはいかないでしょうね。まったく君たちは分かってないね。そもそもだけどここのみんなは全員仲間なんだよ。そう言いながら妨害しようとするな。敵はあくまで運営。私たちは共通の敵を持つ仲間というわけなんだ。盗賊狩りのマリサ。だから早いと公園に上がっとけって言ったのに、私は必死に助けようと手を伸ばしたんだけどな。本当に自分は悪くないと考えてそうな当たり本物感ある。一応果物の数はしっかり覚えてるんですね。危な。今キルしに行って落ちかけてたの見逃してませんよ。覚える系はやっぱり毎回結構脱落者が出るな。まあその全員乗るにはタイルが狭いですからね。私もとりあえずは果物の数を覚える。ベリーに、両なしさん。え、何このゲームどうやったら脱落できるの。煽りよる。このステージタイルの
の上に乗ってから落とすのは割と難しいんよな。結構みんな警戒してますからね。それに落とすの狙ってる他の人もそこで動くからな。だから私はタイルに乗る前、そこで妨害しようという風に考えたわけだ。やっぱ妨害しようとしてるじゃん。最悪プレイヤー参戦。ここ読み合い発生。読み切れば私の勝ち。そういうゲームじゃないですこれ。仲間とは、この上に乗ってからはもう消化試合なんだよな。ハイハイ2だからベリーね。というかそもそも覚えてなくてもみんながいるとこ行けば大抵どうにかなる定期。そういう人をはめようとあえて違うタイルに寸前まで待機する人とかもいるけどね。性格ねじ曲がりすぎだろ。ブーメランブーメラン。せっかくだしあと一人くらい地下労働施設に送っておきたい。何をもってしてせっかくなんだ。先に果物の数だけはしっかり覚えていきます。相変わらず保身にだけは全力。今回はなんだか同族が周りに多いようだな。ワニワニしてますね。今妨害しても無駄なのでここは動かず油断を誘うぞ。横のワニは妹したりと油断してるようだな。まさか自分がタイルの上にすら行けないなんて思いもしてない顔だ。そりゃそうは思わんだろ。で初めにまずここの段差の下に落とす。そしてここからが読み合いの始まり。おっとその安直だけ登りは迂闊だぞ。相手のワニさんも掴みかかってきてますね。それも無駄な努力だ。さらばだ同族よ。耐久リーダー獲得。だからゲーム本来の意思から外れてるんだって。それじゃ本戦に戻ってファイナル戦やっていくぞ。最終ステージは止まるな危険。私たちは割と得意なステージですね。乗ったら消える足場の上で最後まで生存してた人が勝利ね。今回はチーム戦だから誰か一人が生きてればいいわ。チーム戦というよりはソロ戦という側面が強いステージですね。このステージは楽しいから好き。だがこのステージは妨害の要素はあんまないんよな。純粋なキャラコンと判断力が試されるステージです。私がこの試合において最もうまいことを証明してやろう。相変わらずのビップマウス。スキンの可愛さ的にも私が勝つのが妥当なんだよな。確かに可愛さでいくならこの中で一番かもしれません。あんた本当に動物好きよね。最初どう失敗。最悪のスタートで笑います。上の連中が落ちてくるまで遅延かけなきゃ差ができる。ここは走り回らず冷静に耐久していくぞ。すでに結構下にも人いるわね。一番下を真っ先に消す戦略もあるくらいなので上をキープしてるから強いとは一概には言えません。とはいえ私は上をキープするのが好きなんだけどな。そっちの方が下を見下せるし。ってお前こっち来んな。足場がなくなるだろクソが。今回は余裕がなさそうな展開になっちゃってますね。いつもはここら辺の層で結構耐久するんだけどね。あいつが戻れないようここら辺削っとこう。よしこれでここは平和。ダイナミックエントリー。ちょうま危ねえ。ここ私の領土なんだが。お相手さんも生きるため。こいつら先にいる住民に対して敬意がないよな。ここはダイブして少しでも遅延。下の青色はまだ生きてるな。下の層がなくて一気に脱落なんてのもありえますからね。ここら辺からは次行く層の足場も考えておかないとね。いやでもここの青の層はもう私がトップキープできてるな。しかも足場が割と良さげな残り方してるからじっくり耐久できる。一段下の紫の層はすでにダイブ荒らされちゃってますが。まあでも一応着地できそうな足場は残ってんな。ここは安全な位置からジャンプ。うさおさん来ないで来ないで来ないで。いやもう走り回る暴れ馬しかいないから仕方ない。ああお前ら下の層は楽しそうですね。あのヒゲ面先に落としとかないと。自利品になりそうだから落としに行くか。おら今度は私がお前の領土を侵犯する番だぜ。これでまた一段上で少しの間耐久できそうですね。うわー我がチームからも脱落者が出始めたようだな。その命無駄にしません。とはいえあんたももう最下層に降りなきゃいけないわよ。点々とだが結構最下層は足場が残されてるから大丈夫。うわただこの一仲間と足場食い合いそう。あやばい。うわナイス脱落。このゲームでは絆は存在しないようですね。これで右側のマスも独り占めだからまだ粘れる。おっとあららもう勝利か。私としてはここからあと1時間くらい粘るつもりだったんだがな。チーターかな。ここから1時間は空飛ばなきゃ無理なんですよね。まあ何はともあれ無事勝利できてよかったです。最下層まで行っての戦いは久々だったから結構危なかったぜ。周りのモブもみんな喜んで称えてくれてるな。仲間ですよ。ということで本日はこれで終わり。高評価&コメント、チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしく。それではまた次回の動画で。さらばだ。時は2022年夏、突如世界各地に飛来した謎の化け物、人はそれを宇宙から落ちてきたというところから、フォールガイズ、そう呼んだ。フォールガイズ初号機、発進。え、なにこれは、たまにはエヴァみたいな入り方してみたいなって思って。私たち誰一人エヴァ見たことないですけど。エヴァ見たことないけど周りから情報入りすぎててもはや見たと言っても過言じゃない。そう言って過言じゃなかった試しがない。今日はソロ戦だから全員的。ここの味方みたいな顔してる皆さんも全員的です。左から順に、笑いのニューウェーブ、みぞれもん、中身は黒人ムキムキレゲードレッドヘア八幡宮。開幕で脱落していこう。この動画に登場しない人、今日はこの3人とソロ戦に潜っていくぞ。盛大なネタバレがあったような。ガンマスさんが初手脱落とか予想可能回避不可避だろ。1戦目はパーティープロムナード。もしかして動画では初めてかこのステージ。そうかもしれません。しかしそうでないかもしれません。答えになってないんよ。正直このステージは余裕の極みなんだよな。遊びでガイズをやってる奴らに差を見せつけてやるぞ。ガイズって訳すんだこのゲーム。ステージはかなりの縦長、ギミックも多いしレースの中では割と楽しい印象。まあただキルポジとかは特にないからそこだけ残念。レースでキルとかいう選択肢があることがおかしいんですよ。ソロ戦だから私は余裕でも他の人は脱落の可能性がある。脱落したら私が優勝するまで見学を強制することができるぞ。考え方がリアルにクズなんだけど。まあ脱落した奴らが悪いのでね。いやそもそも初手で
ですからね。初手で脱落されると通過した側も気まずくて困るというか。前回初手で脱落してたガンマスさん。脱落してません。証拠あるんですか。電子愛録画撮ってます。逆になんで撮ってないと思ったんだ。まあ体現を吐くなら実力も伴っててくれないとな。発する言葉一つ一つにブーメランが宿っています。ブーメラン職人来た。とりあえずここら辺はもはや余裕すぎて話すことないんよな。実況者が最も言ってはならない言葉ナンバーワン。話すことない。いや逆に考えてみろよ。むしろ普段私たち話しすぎじゃね。リアルでこのペースで話し続けれるやつとか存在しないよ。全然ゆっくりしてないんだけど。どうなってんだよこら。いかんなんだか悲しくなってきた。状況どうなってんだよ。泣いてはいてもしっかりコースを進んではいますね。正直マジでこのコースは脱落する気がしないんだよな。なんだったら今私操作してないからな。砦に動いてるの。皆さんお忘れかもしれませんが、マリサさんは魔法使いですから、魔法で操作してるんじゃないですか。いや山田くんに任せてる。誰？最近雇ったんだよな。それナメクという方が単に山田さんが上手いだけでは。まあここいらで交代するか。おら変われ。当然のように王兵。山田さんは姿すら出てこないんですね。残念だけど立ち絵が存在していないからな。新キャラが山田とか視聴者も度肝を抜かれるだろうぜ。マイナスの意味でしか驚けないんよ。全国の山田さんに謝ってください。ここで全国の田中。高みの見物。田中だったらもうちょい優しく接したんだけどな。田中と山田の対立はおるな。ちょっと中盤でグダったが後半は理想的な動きができてるな。ここ最後の土管、黄色と緑色で何が違うのか全く分かっていません。おそらく全人類分かってないよ。あれガンマスさん、残り10人ちょっとしか通過できないのに今そこですか。おだまり。ガンマスさん、このままだと脱落ですけど大丈夫なんですかガンマスさん。うわー危ない。間に合った。ギリギリ滑り込みました。さよならガンマスさん。あれこれみんな生きてる？生きてますよ。ギリギリだけど間に合ってます。よかったみんな通過か。ガンマスさん。まあこんなとこで落ちるわけないですもんね。それ以上は自分を傷つけるだけですよガンマスさん。いやまあスキンが悪かったですね。初期スキンで行ったからこれは仕方がない結果です。いやほんとスキンが。ガンマスさんだけがいない2試合目。ステージはロールアウトですね。制限時間内ずっと生存してたら通過です。そこまで難しいステージってイメージはないわね。まあただなめくしてたら普通に失敗するステージではある。あと自爆覚悟の妨害中がいた場合難易度を2へと昇華するからな。マリサさんもいつも自爆覚悟で特攻してますもんね。私は仲間以外への自爆特攻は基本しないけどな。一番しちゃダメな対象だろ。今回はソロ戦だからまあ一応セーフではありますが。その妨害にセーフとか存在しないだろ。全日本お前が言うな教会会長切り裂めマリサ。いやこのゲーム基本のコースはさ余裕すぎて妨害しないともはや刺激がないんだよな。その割に勝ってないように思いますけどね。それに掴むとかいうモーションは明らかにプレイヤー同士の妨害を予想して作られてるだろ。つまるところ妨害はもはや運営公認の動作でもあるんだよ。だから私が妨害するのは運営のせいに他ならないんだよな。責任転嫁がお上手。恐ろしいほど滑らかに言い訳が出てきていたわね。よし今回はソロ戦だしめめ村メンツも落としておくか。仲間に対しても厳しい。うわわわやめてください。あやばいこれ死ぬ。画面に映りすらせずに死んでてくさ。あんたがプレッシャーかけたから起きたのよ。さすがにここから一人は寂しいから八幡宮さんは残してやろう。謎の上から目線。そう言いながら抱きしめ合ってますけど。いやこれは信頼を確かめ合っただけ。住んでるところ的に文化圏は海外だからな。私たちのところは友達と会ったらハブは常識。あんた日本在住でしょ。お刺身味噌汁お米大好きチャンネルですからねここ。日本食文化三種の神器。正直お米一週間食べられないだけで耐えられない自信がある。圧倒的貧弱。というか友達に会ったらハブは常識。私と霊夢さんはマリサさんからハブされたことがないは。息のいい柿はフライだよ。勘のいい柿定期。まあ結局あの後何の喜びも悲しみもなく突破したぜ。感情を失った女。八幡宮さんは突破できてるみたいですね。まあそもまだ2トラック目だからな。この段階で脱落するとか普通に考えてありえない。もし私の目の前にいたら魔法でもぶちかましてやりたいくらいだぜ。はっはっはっは。おっしゃみんな大好きスライムクライムの時間だ。なおこの試合はめめぐさ八幡ガンマスの4人での揃戦になってます。スライムクライムといえば妨害中の巣窟。みんなキルリーダーになろうとするステージね。妨害できる場所があまりにも多いですからね。人の足なんか引っ張って何が面白いんだろうな。本当にね。本当にそう思うわ。スキンはバトルパスでもらったアモングアススキンだぜ。スキンの段階で殺意がにじみ出てきています。まあとりあえず一本橋のところ通称弁慶ポジションまでできる限り早めに向かいたいな。初動は安定の初とか。もはや左からいちいち回る人の方が少ない。初動初とか成功で前に抜けることができましたね。このまま前をキープして一本橋までたどり着きたいところ。そして音もなく死ぬガンマスさん。スライムクライム脱落 RTA もさ。第一の妨害ポイント到達。まあ別にここは本命じゃないし爽やかに一人だけ妨害して前に進もう。こら落ちな。確実にいつか報いを受けるわよ。あれで一発脱落にはならんから大丈夫大丈夫。あそこから頑張る気力さえあればまだ立て直せるはずだ。完全に人ごと。まあ実際人ごとだからな。ここのところもしっかり初等化して登っていくぞ。あんたも始めた当初に比べるとかなり上手になったわよね。まあなんだかんだ週2くらいは触ってるからな。こらここの橋は倒産でごわす。押し一人目撃退。ちょめめさん仲間仲間。お仲間だからと忖度なんて私にはできません。ちょ待って。左上に書いてある文字読めないの？ゴールまで競争だって書いてあるんだけど。競争だからこそ競争相手を叩き落としてるんじゃないか。こら誰一人として前には行かせんぞ。でもさすがにこの人数は。おお、まずいこいつら人の妨害して何が楽しいんだよほんと。恥を知れ。恥を知ってください。とはいえ正直まだ全然時間は残されてる。でもさすがにそろそろ自分の身も危ないのでは。危険を恐れて妨害ができるかよ。かっこよさそうに聞こえるけどただの妨害中。私はまだここを動かんぞ。ここを通りたくば私を倒してから行け。すごい人数叩き落としてて笑います。私もここでの経験が長いから妨害のいろはが分かってきた。おっと八幡宮さん。八
8万ブザー。妨害するまでもなく散っていっちゃいましたね。よしさすがにそろそろ向かおうか。切り替え早すぎだろ。ここハンマーの軸に乗れば初とかできる。いやマリサちゃん上手すぎて高評価爆発しそう。残念。そのまま脱落しろ。そう思ってたとしても表面上は応援しろよ。そのまま脱落しろ。取り繕えないほどの敵。まあそんな霊夢には悪いが結局私は普通に通過するんだけどな。そのまま脱落しろ。おい霊夢お前実況的に同じ言葉連呼するのは良くない。そのまま脱落しろ。え、そのまま脱落しろ。ついに霊夢スマホで録音した声流してサボってんじゃん。サボり方を工夫し始めてますね。あいつのスマホ今のうちにトイレに流そうぜ。スマホトイレに流したら家燃やすからな。過去の録音で未来と会話するな。くだらないやり取りをしてる間にグサオさんが脱落してますよ。そこまでは想定範囲内。っていうかなんでゴール前で待機してるんですか。いやこのステージはこうしていると絶対便乗ゴール前待機エモート勢が湧くからな。声に出して読みたい日本語。あんたもいつもやってるでしょ。ナチュラルに会話に参加してこないで。そしてそのなめく待機勢を狩るのが私。お前はもうここで脱落するんだよ。お相手視点離したら後ろのスライム坂に戻されるし、そのままなら時間経過で脱落。つまり罪ということだな。いいよ、私はこのまま掴み合ったままでも、どちらが先に話すかチキンレースと行こうぜ。よーし、私の勝ち、そしてお前の負け。正義は必ず勝つ。この世の地獄みたいな戦いでした。それではさっきのソロ戦に戻ってフルーツパニックやっていくぜ。マジでこのステージ好き。基本嫌いな人の方が多いステージだと思うけどね。私たちも前まで結構イライラしてましたからね。うまくできるようになると気持ちいいステージなんだよな。あ、ちなみに八幡宮さんはもう脱落してるぜ。仲間の死に対する反応が軽すぎる。残念ですがもう残すところ私たちのみとなってしまいました。村民の意思は私が都合。初手迷いなく左側へとダッシュ。外側で回っているハンマーでの初とかを狙います。私にかかればここの初とかは余裕の極み。はい、お湯。ちなみにハンマーの衝撃で頸椎損傷に顎関節骨折してるわ。初とかに命かかりすぎでは。心の体でもなお走る。次は左側の謎のオブジェクトでサイド加速を狙う。おらっどうだ。これは結構早いのでは。編集せずにフォールガイズで遊んできた時間がそのままプレイスキルに反映されているわね。もしかして私のこと嫌いなの。このステージはゴール前待機しても意味がないのでそのままゴールするぜ。おそらく次で最終ステージだな。はい、ラスト試合はマジのデスゲームでもワンチャンありそうなステージ。ジャンプショーダウンだ。フォールガイズでも心なしか頻度高めの定番ステージね。私たちの動画でも何回かやってた気がします。ま、何にせよどうせ勝つのは私なんだが、そもここまで数十人にすでに勝ってきているわけならあと7人とか勝てないわけがないよな。ようやくしたな理論が。今回は妨害なしで勝って純粋な生存能力を見せてやると思ったけど、このコラボスキン羨ましいからこの人だけ落とすわ。恐ろしいほど支援。マジでこのスキン再販来てくれないかな。ニアオートマタのコラボスキンね。ニアといえばマリサさんが購入して2年触ってないゲームですよね。今年の夏やる予定だったんだけどな。計画通りに進まないことに定評がある当チャンネルです。残念ですが去年コラボしてから再コラボの予定は出てないようです。悲しみ。この悲しみをぶつける矛先がいたのは行幸だったな。これ以上ないやつあたり。まあどうせ私が1位だし遅いか早いかだけの違い。むしろ早く脱落させて時間を無駄にさせない。そのことに感謝こそされ文句を言われる筋合いはないな。都合のいい解釈をすることに定評があるマリサさんです。今回割とも差が多く残ってる気がするんだよな。まあカットしたけど間に試合とも結構熾烈だったしね。八幡さんも荒波に飲まれて脱落しました。君はここで落ちるんだ。いやーアップな。これで脱落したらスカッとしたんだけどね。妨害しようとして自分が脱落するほど滑稽なことはなかなかないですからね。応援が、圧倒的に応援が足りない。墓場のガンマスさんも必死に応援してくれてますよ。こっちいろ、こっちいろ。応援ありがとな。ていうかこれあれだな、人数配分的にこっち側よりあっち側いた方が良さそうだな。そう言いながら妨害するな。おしここのタイミングで先にあっち側に渡っておこう。おいお前らついてくんな。結局こっち側の方が多くなっちゃいましたね。多くなったのならその分減らせばいいだけ。ニアスキン君粘っていたようだがこれで最後だよ。さよなら。あんたマジでここのキルだけ洗練されすぎでしょ。上手くなるはずのない技能ばかり上手くなってる。あーまあさすがにこっち側一枚削れるか。あっち落下してくれたら話は早かったんだけどな。人数少ない方が妨害の恐れもないので有利ではありますからね。まあ妨害してるの今んとこマリサだけだけどね。このゲームはタイルが残り2枚になったらそれ以上は落ちないシステム。よってもうあとは本当にただただどんだけ生き残れるか。純粋な技能が問われるな。周期が悪かったのか続々脱落者が増えてますね。あっち側2人でこっち側も2人。条件はほぼイーブンね。そうしてるうちに早くも向こう1人落ちたみたいだけどな。ていうか残りの奴らマジでなかなか落ちないな。もうさすがに落ちてくれていいんだぞ。本当の猛者たちが残っているみたいですね。この周期アップね。今右側で飛ぶ判断遅かったら死んでたわね。マジでもうそろそろ落ちてくれないか。ああやばいこの周期マジで死ぬ。ママよ。うわあ。なんでこれで生きてんのよ。悪運だけは強いです。いやでももうさ、一旦落ち着いちゃうともういつまででも飛べるんだよな。暇だから高評価こじきしとくか。高評価よろしくな。ありとあらゆる知り合い全員に押させてくれると助かる。強欲の壺。取ろうとしてるアドが2枚ドローで済まないんですよね。ていうかマジでそろそろ落ちてくんない。この光景一生続けられるとこっち側としても困るんだけど。主に実況内容的に。切実な願い。困ってるのはいつも定期。なんかこれって大縄跳びみたいだよな。私は大縄跳び結構好きだったけど。よく引っかかってた人たちからするとトラウマなんだろうなあれ。私もロングスカートなのであまりやりたくないですけどね。私は飛べるから別にいいけど。大縄跳びレグレーション違反霊夢。ていうか私からこの話題出しといてなんなんだけどさ、いくら暇だからってこの話題はひどすぎるよな。威嚇はあったんですね。次は好きなお寿司のネタでも話す。縁側食いつきがキモいな。サーモン大好きです。あサーモンね。まあ悪くはないけどサーモン好きってなんか子供っぽく思われそうで言いにくいのよね。わかる。悪くないのになんか恥ずかしいですよね。ちなみに霊夢は何のネタが好きなんだ。私はね、あ、勝った。
そういえば今最後のステージで戦ってたんだったな。正直私も忘れてたわ。最後また山田に操作任せてたしな。マリサさんとポジション交代した方がいいんじゃ。山田は立ち絵がないでいき。ということで今回はこれで終わり。高評価&コメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃ次の動画で、さらばだ。新シーズン開幕、ワクワクしててバトルパス解放1時間前から待機してたぜ。そして手に入れたのはこのスキンと、シーズン2バトルパスのエイリアンスキン欲しがってたもんね。でもあれ、このスキンってバトルパス買って即もらえるやつだっけ？あんたまさか。そのまさかですレイムさん。本来ゲーム内通貨950で買えるバトルパス、エイリアンのスキンすぐ欲しいからって初めからティア解放される高い方買ってました。これでエイリアン解放だぜ。あんたフォートナイトでティア課金する人をバカにしてたのに、私は変わったんだ。ということで本日は新時代幕開けたニューマリサがお送りします。今日のお供メンバーは、安い方のバトルパス買った貧乏人ガンマスさん。多分自販機の下の小銭探すのが日課。最近クルルヤックのモノマネが本気で厳しいグサオさん。みぞれもんよりはフォールガイズうまいメテオさん。ひどすぎるのだ。この3人を連れて新シーズン遊んでいくぞ。そろそろ叩かれるわよ。早速新コーススペースレース。初めから新コースとはいいですね。言うてこれ確定で新ステージ来るモードだけどね。ルール自体は単純にレースなので先にゴールする感じです。ギミックも初めてのもの増えてそうだし楽しみだぜ。おお、すごいまさに新コースって感じね。新シーズンのテーマは宇宙だからな。低重力ゾーンなんかもあってすごくそれっぽいですね。結構難しそうなところもあるから注意が必要ね。まあどんなステージだろうが勝つのは私だが、いつも通り自信だけは他の追随を許しません。あくまで自信のみ。開幕左右に意味ありげなハンマーが鎮座しているな。ぬるっと近づいてきていますね。まあさも初見みたいな感じで進んでますが、すでに3戦ほどやってるんですけどね。言うなよな。通常ならば負けたチームには地下労働施設で強制労働が待っている。しかし今回の舞台は宇宙。地下労働施設は存在しない。じゃあ私たちは一体何のために。普通に楽しむという目的はあくまで存在しないと。負けたチームは漏れなく宇宙空間へと放り出される。そしてただ無限に宇宙空間を漂い続けるのだ。ガチのデスゲームじゃん。皆さん周知の事実ではあるが、ボール外に死の概念はないからな。そんな周知の事実はありません。ぬるっと公式設定を上書きするな。あれ今回ウェルートのミスで通ってきたのにメメさん前いるんですけど。まあ私がそれだけ上手いってことですよね。え、まあそういうことにしといてあげるか。私ここからのミスでゴールしちゃうけど、その態度で大丈夫ですか？メメさんダメダメ。それ以上言うとグサオさんが身投げするから。クルルヤックさん、仲間から攻められすぎて反射的にクルルヤックになって身を守ろうとしてるわね。自己防衛にその方法を取り入れてるの間違いなく史上初ですよ。人の言葉を返さないクルルヤックになることで責も負わないぞという意思表明をしてるんだな。解説聞いてなお意味わからないですね。はい、ここ書とかあえて打ち上げられることで上ルートに入ることができる。なおこれが早いかは不明。そのエイリアンスキンで負けるわけないんだよな。当然スキンはプレイに影響しません。じゃあ早速チーム内最速でゴールいただきます。あれまだみんなゴールしてないのか、遅すぎないか。でもね、勝きました。なおこの後みんなでグサオさん応援会が開かれたぜ。グサオさんまだそこ。さすがに遅すぎるのでは。誰一人応援してないけん。リレーで最後にゴールする人をみんなで応援する感じ。あれグサオさん、残り時間もう3秒だぞ。ゴールは目の前なのに。え、グサオさーん。いやー、涙なしでは見れないラストだったな。グサオさんが最後すべてを投げ捨てて宇宙空間へ飛び立つシーンは号泣ものでした。改めて聞いても嘘みたいなあらすじ。次のステージはハチャメチャファクトリー。二日酔いの運営側もういいよ、なんでも適当につけとけみたいなノリでつけてそうな名前。偏見に彩られています。まあどういうゲームかというと、黄色のボタンを押してポイントを稼ぐゲームですね。ポイントはチーム内で共有だから足手まといは許されない。近く来ないでね。まさかもポイント取れない人なんていませんよね。ベルトコンベアに首挟んで死を選びます。開幕前から雰囲気が最悪すぎる。む、あそこに初手狙えそうなボタンがあるな。いやでもあそこのボタン先に敵に取られちゃいますよ。そうですね。まあでも一応私があそこ狙いに行きますね。いやそこは自分が狙うんで来なくていいです。うわー、あまりにも醜すぎる。あ、これも奥から人来てますね。お先に失礼。こっこやつー。必要なポイントは合計20ポイント。つまり1人頭5ポイントがノルマ。取れなかったものは無能と呼ばれ下げすまれます。相変わらず地獄みたいな村だな。まあこれで早々に2ポイント目。私が5ポイント取れないなんてことはありえまい。でもこのゲーム取れない時は本当にポイント取れないからね。ここから0ポイントもありえます。そろそろどこか狙うポジションを決めた方が良いのでは。うん、基本的にこのステージ、走り回って取るのは効率悪いしな。よしもうあそこ誰もいないし待機しようっと。ボタンが出てくるところですね。ここ周辺で待機してれば少なくとも出てくるボタンは拾えそう。よし3ポイント目いただき、今合計9ポイントなのでなんとかノルマは達成できそうです。はい、これで4ポイント。今の際どかったけど、うなってたから取れてるわね。あとはここから出てくるボタンを押したら5ポイントだぜ。あれ皆さん、まだ5ポイント取られてない？5点目5点目。今4点目ですね。あれなんか若干1名から声が聞こえませんが。とりあえずもう6点、十分すぎるほどポイントは取ってるな。はい、7点目。まあ余裕そうですが、早くクリアするに越したことはないです。左側の入り口のところにもう黄色のボタンあるし、これで終わりね。はい、じゃあラスト8点目いただき。あ、先0ポイントです。終わり。あ、なるほど。それは確かに終わり。点数ひどすぎてさ。すごいな、誰も慰めない。次のステージはハイパードライブヒーロー。名前からステージの内容が1ミリも予想できませんね。多分生放送とかのノリで決めた名前なんだろうな。なんか今日偏見の密度高くない？動くホバーボードの上に乗ってゴールを目指すステージですね。落ちたら復活できないタイプのステージなので特に集中する必要があります。メンツもアプデ後の夜中にフォールガイズやるほどのガチもさばかりだから固く行きたいわね。まあそれを言うなら私たちもそうですけどね。横のデフォルト緑は2スキンとかも確か結構実績ないともらえないスキンだったはずだからな。と言ってもクラウンスキンの中では初めの方っぽいですけどね。まあただ死んだら終わり。それはつまりキルの価値が非常に高いということ。
他のステージでもキルしてるから説得力皆無。うまいことどこかでキルを拾っていきたいところだが、この飛び出ている光は当たると吹き飛ばされます。結構ノックバック性能高めなので極力回避しましょう。おすごい、何が、みんなここまでまだ脱落してないぞ。まだ始まったばかり。定期仲間を全く信じていない。キルを狙うのならまだここではない気がするな。ちまちま掴んで嫌がらせはしていきます。性格の歪みは行動に現れるわね。まあここら辺は言うてまだ慣れ合いゲーミングよ。ミスして落ちないようにだけ気をつけてればそれでよし。まあ落ち着けばこのステージとか余裕ですからね。落ち着け落ち着け。そうですね、落ち着きゲー。あれ何言ってんだろう、疲れてるんですよ。まあもう深夜だからな。まだあんま脱落するような難所は来ていないわね。ここら辺は致命的なミスしない限り大丈夫。実際ここまでの脱落者はまだほぼ出てないですからね。問題はここから先、消える足場系多いんだよな。消える足場系はいくらでも道連れできちゃうからね。ここは再出現するまで待ち、基本的に順番待ちして一人ずつ行くのが安泰。後ろからついてきてるやついるな。ここはあえて右側踏んで妨害。後ろの人完全にフェイント引っかかりましたね。落ちててくれると嬉しいが、ウームなんとか生き残ったようだな。少しでも他人を蹴落とそうと必死。仲良くすることはできないんですか。自ら進んで落ちてくれるなら友達になれるんだけどな。それは友達とは言いませんね。ここの回転するバーが一番危ないんだよな。落ちるなら大体ここ。地面が動きながらだから割と難しいのよね。周りの奴らに掴まれたらヤバいので距離感取っていこう。前から掴まれる分には問題ないので極力後ろを陣取ります。あんたらみたいに妨害してくる人そもそもあんまいないけどね。ちなみに今死にました。ちなみに今から死にます。ガンマスさんまた二人残されてしまいましたね。はいはい、いつものいつもの。となるとここでもうちょい人数削りたみあるな。そんな端っこ行ったらこうなるって教えてもらわなかったのかい。この世界の悪意。みんなも端っこには極力近づかないようにね。これが気持ちいいんだよな。まあこれで残り人数的に二人クリアすれば通過できそうね。ここで順位差はつかないから右側の安全ルートから行こうか。何でここのハンマー結構危ないですけどね。あんた戻って何やってんの。いや後ろから来る人少しでも妨害しようかと。よくここまで倫理観失えるな。この熱意をなぜ妨害に向けてしまったのか。後ろのコアラはこれで私にヘイトが向いてる可能性がある。ここでなんとか落ちたりしないか。自分がした攻撃への反撃を恐れて先手で追撃し始めるの怖すぎるだろ。この光景を神様が見てたら人間滅ぼすことを決意しそう。前のやつも少しでも足場を削ろうと動いてるな。倫理観どうなってんだ。ブーメランの投げ方が上手。ここから先はまたホバーボードが追いつくのを待つわけですね。そういうこと。だから別にここまで急いでも基本意味はない。ただここから先はもうゴールだから先に行かないとな。後ろから変に妨害される前に飛び立つぞ。最後は妨害しないんですね。まあもう妨害しなくても通過がかなり硬そうだし、逆に失敗して落ちたら脱落が見えてきちゃうからな。そこは理性が働くのね。あれ、なんかゴールしてる人数少ないですね。僕らって合計で4人いるはずなのに。これってもしかしてキャリーですか。さて最後は止まるな危険スペース。いつもの止まるな危険の新モード版のステージですね。いつもなら消える足場が何層も重なっている状況で消えた足場は復活しないわけだけど、今回は一層しか足場がない代わりに一定時間で復活する感じになってるわ。まあ詳しくは見てたらわかる。元も子もない。さてフィールドに3パーティーが出揃いました。こいつら全員キルしたら私たちは自由になれるのか。デスゲームに囚われたエレンみたいなセリフ。残り的人数が私たちメンバーの人数を下回ったら道連れで勝ちです。皆さんしっかり生存していきましょうね。そう言ってみんな生存していた試しがないのよね。まあ私は割と消える足場系は得意だから生存余裕だけどな。フラグ生成完了。とりあえず外側のが競争率低めだし外側で耐久しよう。みんな元気に走り回ってるわね。どうせ復活するので別に走ってもいいんですけどね。まあただ本当にすぐ復活するわけじゃないからな。復活には時間が必要だから耐久するに越したことはないぜ。走る人3人とか勝ち合ったら一瞬で周りの足場消えそうだものね。近くに来てるやついるけどどうせ周りの足場完全に消し切るのは無理だし、お前が走るなら私も走るという意思だけ見せて耐久に戻るぜ。あー落ちました。まあ知ってた。どうせ私が勝つから安心して待っておけ。おっとこれは頼もしいマリサさん。まあただもちろん後で謝罪の言葉は要求するけどな。徹底してるな。外側の壁が迫ってくるまでは正直なとこ茶番なんだよな。全部のマスが踏める状態の時は割と余裕ありますからね。その発言グサオさんが聞いたらどう思うでしょうか。暇だから古今東西でもする。余裕すぎません。ゲーム中に追加でゲームをするな。じゃあ人を苦しみから解放する方法古今東西な。それが古今東西の店舗で出てきたら苦労しないわよ。はいはい、死ぬ。極論オブ極論やめて。グサオさん以外の脱落者がようやく出たわね。一人死ぬと盤面に余裕が出てくるからこれまた長いんだよな。さっきから頭が痒いんだけどさすがにコントローラー離すと死ぬから困ってる。残念ですが我慢してください。我慢しろと言われるとなおさら痒くなるのが世の常。今頭を変えてくれた者には富名声力この世の全てを授ける。海賊王の方ですか。富と名声と力がこの世の全てだなんて寂しいやつだよな。海賊王のアンチでしたか。おいおいお前じゃれてくるんじゃない。どうせ掴んでも落ちないから。てここの足場のラグ何アップね。ここのステージたまにこれがあるから怖いのよね。そろそろ外側の壁で足場が狭くなってくる頃合いですが。あ、落ちました。ハイプと先輩2人目。試合が終わる前に400字詰め原稿用紙1枚分の反省文書いておいてな。エスペナの重さが半端じゃないんよ。仲間のミスは許しません。あ、やばい落ちた。君も反省文な。残り人数はこれで4人ね。ここから先は真の猛者のみの戦いだ。さすがにみんな走り回らず耐久の姿勢を見せてますね。あ、でもこれ場所かぶるやつ。奥が復活するのを祈り、よしよし。本当に綱渡りね。でもまた前に一人場所を取り合いそうな人がいます。なんか知らんけど勝手に落ちてくれたな。おそらく私の可愛さにやられちまったんだろうな。それだけはない。他の全てがありえたとしてもそれだけはありえない。最上級の姿勢。何にせよいつの間にか他全員落ちて怠慢始まったぜ。ここまで来たらもう相手の妨害しに行くぞ。本性を表したわね。まあもう足場なくなっても先に一人落とせば勝ちですからね。だがまだ結構周りに足場残されちゃっ
ってんだよな。相手を視界に入れながら狙えるタイミングを探るぜ。これは長くなりそうね。遅延かけて先に見捨てた方が負ける耐久にしてもいいが、この分だとあと30分くらい続きそう。マジで続きかねないんだよな。動画の尺やばくなりそうだから仕掛けるか。先回りして足場潰しに行くぞ。オラオラ勝負しようぜ。お相手さんも察してすぐに走り始めたわね。ここまで残っているモサだけあって簡単には落ちてくれません。あ、これ視界の向きやばい。戻るしかねえぜ。アップな。もういっそご飯食べれそうなくらい終わる気配しないな。いい加減動画編集するこっち的にも厳しいものがあります。切実な思い。マジでこの新ステもうちょい壁迫ってきていい気がする。毎回この長さはさすがに精神へのダメージが大きい。家教員の魂も人形にとらわれるレベル。触りづらすぎる例え。でもこれそろそろまたお相手と足場食い合いそうだな。この行く先の足場がかぶって一緒に走り始めた時のこち亀感なんなんだろうな。時間がすごい。そしてまた別れて落ち着いてしまうと、もうあんたらじゃんけんで勝負決めた方がいいんじゃない。いやマジでそれはあり。相手が応じてくれるならその決着もやぶさかではない。あ、てかこれまた始まるやつじゃん。もうまたかよ。終わりなき戦い。ていうかこれギリギリ前の足場届かなくねえ。あっやべ、なんか勝ったわ。非常に密度に反比例するコメントの薄さ。完全にたまたま勝利を拾った感じになったわね。ここまで勝ったのも私が耐久したおかげだからな。格付けは完全に完了した。後ろのモブたちはしっかり反省文を書いてきたか。仲間への対応罰。場所が場所なら炎上してそう。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしく。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。今日も京都で圧倒的フォールガイズの極み。本日もこのデスゲームの世界で生き残っていきましょう。何回同じデスゲームに巻き込まれれば済むのよ。あんたらはこのゲームの需要がなくなるまでかな。リアルすぎる返答。私たちは面白そうなゲームから面白そうなゲームへと移り住む、いわゆるイナゴ系ゲーム実況者ですからね。完全にただの別称じゃん。本日のメンバーは前回から何の成長も進歩もしてないガンマスさん。金が変わってないだけで、キルのしすぎて左半身が真っ赤に染まったメテオさん。そういう配色なだけ。上から見たらどう見ても見た目がたこ焼きなぐさおさん。そうはならんやろ。この3人を連れてスクワットに潜っていくぞ。レッツゴーゴー。1戦目はコズミックハイウェイ。前回やってない新シーズンで追加されたステージの一つですね。基本的には普通のレースだからいつも通り走れば OK よ。新ステージのギミック盛りだくさんです。割と楽しくて好き。ここのステージ落とし放題なんだよな。また楽しみ方間違えてる。各選手位置につきました。横一列に仲間が並んでるな。ふむ、すごい嫌な予感がするのは私だけでしょうか。いやさすがにマリサさんとはいえ味方には。お前らもしかして私が味方の妨害をするかもとか考えてるのか。そんなことするわけないだろ。現行犯なんだけど。え、何が起きました。まあここで落とされるようなやつはどうせこの後も落ちる。とんでもないこと言ってる。まあそっちがその気ならこちらにも考えがありますよ。ガンマスさんにそのセリフ言われても全く怖くないな。この言葉の本当の意味は後に発揮されることとなる。ほら君もやり直しだよ。極悪非道鬼マリサ。自分が先にゴールすることより他人の足を引っ張ることを狙ってますね。いやこれは仲間たちのためだ。私も本当はこんなことやりたいわけじゃない。ここで他チームの人を止めれば仲間たちの助けになるかなと。十数秒前に仲間落としてますけど。あれは仲間じゃない。おいとんでもないこと言い始めたぞこいつ。ついに後戻りできないラインにまで歩を進めましたね。おいちょ、アップねー。やばい、向きが反転した。うわあ。楽しそうで何より。かろうじて生き残りました。ここから霧雨マリサの大落選劇が始まるというわけ。パンチを食らいながら言われてもお父さんにも殴られたことないのに。言いたかっただけでしょそのセリフ。言うてトップ7まで通過だしまだ全然余裕ありそうだな。ここ人固まってるしちょいと妨害入れたいところだが、うん、周期が悪いので今回は先に行くとしよう。命拾いしたな。うわあ。これが人間か。妨害しなかったのに。いやこれは逆か。妨害しなかったからこうなったのか。落ち着いてください。世界はここで他の人を招くことを望んでいるのかもな。ほいっと、これが世界の意志だよ。おい世界の意志に抗うな。もう石像の君でいいや。ほらやり直ししてきなさい。完全にガイアプレイヤー。というか私たちのチーム誰もゴールしてないですよ。おいおいやる気あるのか。遊んでないでちゃんと自分の役目を果たせよ。ブーメランの勢いが尋常じゃない。さすがにここから遊んでたら通過できなさそうだからゴールするぞ。初めからそうしてください。仲間たちをキャリーするチームリーダーの鏡。ちなみに今の試合は12位でギリギリ通過だったぜ。あんたがナメクしたせい。次のステージは前もやったはちゃめちゃファクトリーですね。数あるステージの中でもかなり人間の醜さが現れるステージだな。まあこのステージは相手チームと直接争うしかないからね。まあ何にせよ20ポイントでゴール。つまり1人頭5ポイントがノルマということ。ゲームでノルマが発生する。嫌すぎるチーム。ノルマを達成できない人は残念だが首を切り落とされます。重すぎる代償。マリサさんがそう言っても周りの人が受け入れないでしょ。別に自分は構いませんけどね。5ポイント取れない人とかいるわけないし。やめとく。まあ取れないわけないし、そのペナルティでもいいかな。じゃあまあペナルティは暫時系で。すぎるこのチーム。あまりにも自然に少数派の声がかき消されましたね。前乗りでは削除していきます。でもあんたまだ0ポイントだけど大丈夫なの。まあ大丈夫だろ。負けたら残死刑ですけど。大丈夫じゃないな。改めて聞くと重すぎるだろそのペナルティ。誰がそんなひどいペナルティ考えたんだよ。あんたね、そもそも仲間に対してペナルティを設けること自体ありえないだろ。傷が広がってますが大丈夫ですか。もう私は意地でもここから動かないぞ。おいお前離れやがれ。醜さ全開。このボタンは私のもんだ。早速底辺の戦いが始まってるわね。別にわざわざこんな端っこで2人で待機しなくてもいいでしょうに。相手もここまで来たら負けれないという顔してるわよ。
よ。どんな顔だよ。私の縄張りから出ていけ。これが俗に言う縄張りバトルですか。しかも取られててさ、こいつもう許さんぞ。お前の一族郎党を島流しにしてやるからな。さっきから罰が重すぎるんですよね。しかも罰の内容が戦国時代くらいで止まってる。進化してください。こいつここから離れる気はないという姿勢だな。おいお前らどけどけどけ。しっかり取り負けていく。これを見てるとやっぱ争いはなくてないんだなって。お前次の戦い以降覚えとけよ。その特徴的なグラさん覚えたからな。恨みを次回まで持ち越していく。執念深さには定評があります。私はここでこいつと戦うという覚悟をした。覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだ。マリサ 10% 泣きました。これで3点。最低でもあと2点は必要だ。まあこのままここで待機してたら取れそうではありますね。はい、ここ先読み。あんた今ボタンが黄色になる前に飛んでたわよね。もしかしてイカ様。少しは私のことを信じろ。はい、これで無事に5点は確保。と男子系が楽しみだぜ。とんでもないセリフ。そもそも私たちってゆっくりだから本来首から下は存在しないのでは。以前を読んじゃありません。危なかった。男子系なんて実行されてたらこの動画に広告つけれなくなってましたよ。仕方ないから許したる。ちなみにさっきのライバル赤メガネ君は脱落してたぞ。まあ結局あそこで1回しか取れてなかったっぽいしね。決闘に負けたものの末路は言うまでもありません。そして今回のステージはクセル名人。壁に表示される絵を床のタイルを踏んで再現するというものだ。今回は4人がかりで作るので仲間との連携が鍵になりそうです。連携、このチームに最も不足している成分の一つね。いつもの感じでいくとここで脱落になりそうですね。まあ私たちはいつもふざけてじゃれ合ってるだけ。実際には素晴らしい絆で完璧な連携をするところを見せてやろう。不安しかないです。さて今回は1個目から結構大きめの絵が出てきたな。手追いガンマスさん、明らかに踏む必要のない足場を踏み荒らしてますけど、これはまさか。まあここで落とされるような奴はどうせこの後も落ちる。とんでもないこと言ってる。まあそっちがその気ならこちらにも考えがありますよ。あの時の復讐か。妨害するためならば自分が負けることさえ構わない。とんでもない化け物が生まれてしまったわね。でもさすがにこのステージ妨害する人一人いたらかなり厳しいですよ。いや厳しいというより普通に無理ですよこれ。こんなん走り回られたら完成するわけないからね。落ち着けガンマスさん、復讐は何も生まないよ。復讐の原因を生んだ人がこのセリフ言うのすごい。まあだけどガンマスさんもさすがに思い直したようね。もう妨害はやめて協力する姿勢を見せ始めてるわ。己の信念一つも貫き通せないのか。この弱者め。手のひらドリル。ていうか何真ん中で押し相撲してんのよ。これに関しては私は被害者だからな。こいつやめたと思ったら即座に煽りエモ落とし始めたぞ。とんでもない化け物を生み出してしまいましたね。二人とも何やってんの。遊んでないで働いてください。負けられない戦いがここにある。まあまだこの勝負でよかったですね。仮にレース形式のステージとかだったら終わってました。チームにとんでもない爆弾を抱え込んでるわね。んと、これ残りどこが揃ってないんだ。右前のマス1個いらないですよ。あ、そうだな。同時タイミングでグサオさんが左踏んじゃったわね。あとは任せたみたいな感じで離れていってくさ。私の位置からは結構遠いんだけどな。とこれで3個目なのでようやく残り2個まで来ましたね。おいおい、もうクリアしてるチームも出てきてるのかよ。まあ私たちは序盤地獄のようなチームワークで時間を消費してるしね。ここで脱落したらガンマスさん全般だな。すでに責任を押し付ける準備を済ませてますね。勝つまでの準備と負けた後の立ち回りが重要だから。一見いいことを言っているように見えてただの先端探し。あとは左側の人頼んだぞ。おいさっさとしろよの妹をしていく。可愛い妹に最悪な意味を乗せないで。紆余曲折ありましたがなんとか最後までたどり着きましたね。これは私が右前のとこ作っとけばいいやつだな。よしっと、あとは任せた。4マスしか踏んでないわよあんた。角に自分だけで踏みすぎないのも大事なの。ここは仲間を信じて残りを任せるシーンだ。キャリーしてもらえてよかったですね。次は星空マップと、ヒヤヒヤロードみたいに見えない地面を進むステージですね。ボタンを押したら前方のマップにヒントが表示されるわ。基本的にそのマップに沿って移動していく感じね。地味に移動を妨害する隕石も周回してるから気をつけないとな。新シーズンで追加されたステージの中で地味にこれが一番好き。ホバーボードとか妨害がはかどるステージの方が好きだと思ってました。お前らは私をなんだと思ってるんだ。妨害中、最悪プレイヤー。泣きそう。見ろこの悲しそうな表情を。変なスキン買うな。まだ買って使ってないスキンすらあるのになんで追加で買っちゃうんですか。それが人間の差が、私たち人間が生まれながらに秘める現在。主語が大きすぎる。スーパーサンクスの機能でありえないくらいお金もらってるから。もらったらもらっただけ使うな。いやこのバナナは一目惚れだったんだよ。まあマリサさんバナナ好きですもんね。同じく黄色ですし。戦隊ヒーローで行くなら太ってるポジションだけど、アンパンマンで行くならカレーパンマンのポジションです。流れるように私への攻撃材料を羅列するな。みんな斜めの道を進んでるのに一人左に行って落ちるバカ発見。人と違う道を歩む者はこうやってバカにされるんだな。この動画の視聴者にはこうして少数派をバカにするぐどんな多数派にはなってほしくない。少し前に自ら進んで少数派を削除してた人の言葉がこれ。足を引っ張る言い訳のバリエーションだけは豊か。まあまあ言うてこれはチームでの戦いだからな。極論私がゴールしなくとも順位さえ良かったらそれでいい。いつも勝ってもポイント低い味方は煽ってますけどね。で、なんでここで反転を。ここから先は倒産。ネタガイアップレイ。ほらやり直ししておいで。いつものそろそろツイッターとかでガイアップレイヤーとして晒されそう。私はゲームのルール内で遊んでるだけ。ほら次の獲物だ。完璧な立ち位置からの完璧な妨害を洗います。こんなことばっかり上手くなっていってる。おいお前おとなしく落ちろ。絶対このゴジラ君私たちを目の敵にしてますよ。あら、奥からさっきあんたが落とした人が後ろから押してきてますね。私を落とそうなど100年早いわ。一本橋で無双しててくさ。今さになんでいい加減ゴールしないと危ない気がしますけど。私の見立てではもう少しは粘れる。ていうかこの二人頼み道もあるのにひたすらここ来るな。それだけあんたにムカついてるってことでしょ。何回雇用が無駄だということを教えてやろう。妨害の年季が違うんだよ年季が。間違いなく誇ることじゃない。ねねさん協力しますよ。おー、ありがとうございます。二人の力を合わせればどんな強敵にだって打ち勝てる。あ
子。こいつブサオさんになんてことを。今の攻撃には明確な意思が宿ってたけどね。こんな不毛な争いやめよう子。こいつからは絶対に妨害するという凄みを感じる。まあ年季は足りないんだけどなっと。また一人妨害プレイヤーを生み出してしまったかもしれません。最後この二人もやり合ってて草。ラストバトルは止まるな危険スペース。前も遊んだステージですね。前回は死ぬほど長く続いてたわよね。今回はあっさり終わることを祈ってる。まあどうしてもゲームの性質上長く続きがちですからね。どれだけ長く続いても結局勝つのは私なのにな。相変わらずすごい自信。開幕からしっかり耐久の姿勢を見せていくぞ。走り回ると事故が起こりうるからね。言うて今回は前みたいに長くは続かない気がする。あら、どうしてですか。残り動画の尺的にメタすぎる理由。ここでガンマスさんが暴れ散らかしたら負けるけど、可能性としてあり得るのが怖いところではある。仲間割れを考慮しなければいけない最悪すぎるチーム。さすがに許せないよな。お前のことだぞ。手追いこのサーモン巻き明らかに私を狙ってるな。こいつ妨害が手慣れてやがる。同じ妨害中同士通じるものがありそうですね。私は妨害なんてしないけどな。妨害なんて妨害しなきゃ勝てない弱者がするもんだろ。気楽ですか。今回はもうすでに二人も脱落してるじゃん。そろそろ誰か一人道連れに落ちてもいい。グサオさんがこのステージ苦手すぎて爆弾みたいなこと言ってるな。道連れが許されるのは敵残り人数を私たちの生存人数が上回った時だけですよ。グサオさんこのステージ本当に苦手らしいからね。まあでも初手落ちてないだけ今回は頑張ってると言えるかも。あまりにも低いハードル。何人脱落しようが最後に残るのは私だからいいんだけどな。でもせっかくだから4人残ってラストバトルとかしたいよな。一応パート5でそのパターンやってますけどね。あんたが全員キルして速攻終わった試合ね。人はもろい。そこに慈悲はありません。またしても長くなる予感しかしないなこのステージ。今回割とみんなしっかり耐久狙ってる感じがしますね。相変わらずサーモン巻きは全力で走り回ってるみたいだけど。あ、落ちました。期待してないので大丈夫です。仲間に対して冷たすぎる対応。最初に落ちるとかグサオさんですか。相手をけなす言葉としてグサオさんが用いられてるの悲しすぎる。まあでも盤面はそんな悪い感じでもないけどね。少なくとも道連れで即負けに繋がる人数ではないな。正直壁が完全に迫ってくるまではもう茶番なんだよな。その茶番でお仲間さん二人すでに脱落してますけど。私も今足で操作してるからな。嘘つけ。右足の親指で操作してる。右足の親指限定。相当機敏に動かさないとこの動きはできなさそうですけど。想像すれば相当気持ち悪いわね。右足の親指だけで操作するプレイヤーの中では一番うまいからな。隠する状況が特殊すぎるわ。でもさすがにそろそろ外側で耐久してるだけじゃ無理になってきましたね。ここからはとっさの判断力が求められる。カメラワークもしっかり整えておかないとな。あっとでもこれはさすがにまずいのでは。こういう時こそ焦らず対応するのだ。端っこの位置を止まれる判定やるからな。ギリギリすぎてくさ。さすがにここに他の人が突っ込んでくることはないので安心ですね。こうしてる間に全員落ちてくれると助かるんだが。一人落ちたからこれでタイマンまでは来たわね。残っている敵はサーモン巻き、お前か。妨害中同士の決勝戦が始まりました。ここのタイマンは正直結構自信あるんだよな。足場復活してきてるから一旦離脱して状況を整えよう。まだまだ相当長い間粘れそうね。冗談抜きでここから5分くらいはいける気がする。さて敵の状況はっと。お相手さん割と足場結構削れてる感じですね。まあじゃあこっち側来れないように塞いでおこう。でもまだ足場残ってるし今回も前回と同じく長くなりそうね。いやなんか落ちてるっぽいぞ。私このステージ素直にうまい説ある。裏では何回か負けてるでしょ。でも評価されるのはあくまで動画になってるこの試合なので。マスメディアかよ。まあということで今回の動画はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次の動画で。さらばだ。今日はサイト触れ合いに来てるぜ。触れ合いにしては幾分か過激なようですが、私が権力を持ったらサイは滅ぼすことにします。背後団体が悲鳴上げそう。くっそ今回も勝てなかったかって。なんだこのリズムは。この演出、めちゃんこいい。ってことで課金します。安定の金で解決。今のバトルパスのティア92でもらえるやつでしょ。別に課金しなくてもいつか手に入るものよ。そんなこと知ってるさ。しかし私は今、これが欲しいんだ。マリサさんそんな余裕あるんですか。メメントの財布から少しばかり拝借したからな。ガチの泥棒いるんですけど。あと2レベで初音ミクの資金も手に入るみたいだな。ついでに買っちゃうか。どうせ私のお金じゃないし。泥棒。あまりのショックに語彙力を喪失してるわね。さてそれじゃ手に入れた勝利演出を拝みに行くとするか。ちなみに今日の晩御飯はそこら辺の雑草です。泥棒のせいで私にまで被害が出そうなんだけど、本日のメンバーは、1にして全、全にして1、ザ、ワン、グサオだ、魅惑の緑色、トリケラトプススキン、実質グサオだ、2人目、アモアススキン、オレンジの宇宙服といえば、グサオだ、今日なんかおかしくない？今日はこの個性豊かな3人とスクワットやっていくぞ。本当はラテさんとミゾレさんのお二人です。初戦はフルゲルト、といっても前のコースから少しアップデートが入っている。低重力ゾーン他パッと見結構追加されてますね。変更箇所は初見だけど基本は同じはずだし落ち着いていくわよ。ま、今日も華麗なるゴールを見せてやるから安心しろ。初手スタート1は3列目。このステージは結構初手スタート1後ろだと遅れがちです。前の丸い足場が死ぬほど傾くからね。みんなためらいなく乗っていくな。そして傾いて半数以上死亡と。当然誰も譲らない。ああ、これは無理。さよなら。粘りのグサを敗北。地獄に垂らされた蜘蛛の糸の話を思い出すな。てなんであんただけ生きてんのよ。主人公補正。恐ろしい粘り具合。横に飛んでる他の人たち全員落ちてるのに謎の体を見せてる。これは明らかに不正。おっと傾き具合が緩んだ。それじゃお先失礼します。まあとりあえず初手で大きくリードできたっぽいわね。なんか傾き具合が後で前から
先行されてるのか落ちやすくなってる感じがします。ここ落ちると最初からやり直しだから慎重に行く。またあの地獄を味わいたくない。というかまだ全員スタートから動けてなくて草。これが持つものと持たないもの、現代社会の風刺。全員傾きが戻るまでおとなしく待てばすぐに突破できるのに。人間の醜さが凝縮されてるわね。ねねさんとスタート位置違うとこでしたが、こっち誰も越えれてないです。ひどすぎて草。周り見てもマジで誰もいなくて笑う。こんなレース館内レース初めてですね。悲しいかな、これが現実。みんな待てばいけるのに誰も待たないから一生いけない。さすがデスゲームガイズ。スタートから1分経過して開幕位置から動けてない方々、言うて初手の醜さはあんたも同じだったけどね。生地突破できている分一番醜かった説まであります。なんとでも言いたまえ敗北者諸君。敗者はそうやって勝者を汚いだとか罵るしかないからな。お前らはそうやって一生負け続けて勝者に文句を言う人生を送るのさ。カウンターパンチがえげつないな。共感してくれる人は高評価よろしく。めちゃんこ高評価しづらくなりましたね。ということで敗者が視界に入ることなくそのままゴールと。改めて見てもひどいさね。ちなみにまだ開始で沼ってます。制約説の証明。次はドアダッシュ。しかしこれもいつもとは違う。いつもなら扉をくぐりますが、今回は代わりにワープゾーンがありますね。外れのワープを通ると入るとこの前まで戻されるわけね。そういうこと。まあ聞くよりも見るがやすし、今回も主人公補正で一度もミスらず通り抜けてやるぜ。開始前から恐ろしいほどのフラグを建設していますね。ちなみにさっきの試合はあの後負けたので別の試合で。あんだけリードしといて。あいつら汚ねえよな。さっき言ってた発言で首絞めてますけど大丈夫ですか？このステージは前にいる人が正解の場所を報告することが重要。そうだな。どうせ余裕だから初手もうとするわ。話聞いてました。左から2番目のワープ通れます。右から3番目も通れました。味方が必死に前を走り教えられた安定ルートを走る。これがキリサメマリサ必勝の遊戯。安定の下道。キリサメマリサ大悪の遊戯。次は一番左が正解です。なんで正解教えてもらったのにあえて違うところを通るんですか？いやラテさんが言ってることだし嘘の可能性もあるだろ。さも当然という顔。1年以上一緒にゲームしてて気づかれた信頼関係がこれ。本当のデスゲームでももうちょいお互いを信頼し合うわよ。まあ合ってたし次からは信じてやろう。謎の上から目線。次は右から2番目が通れますね。オッケー。ってなんでまたあえて違うとこ通ってんのよ。いやグサオさんが言ってることだし嘘の可能性があるだろ。全員への信頼ゼロで草。ミゾレさんが言ってるならかろうじて信用できるけど、この二人の言うことは信じれない。このゲーム協力ゲーなんですけど、仲間を信じないせいでどんどん抜かれていってますね。かなり後ろの方になっちまったな。ラテさんとグサオさん次からはマジで気をつけろよな。何を？次からは信用されるよう日頃の行いに気をつけてくださいね。あれメメントそっち側なの？正気なのが私しかいない。心細すぎる。どうせ価値格だし妹で歌を歌っていきます。価値格煽り妹来た。初音ミクのイメージを崩すような行いは控えてください。ほら初音ミクの厄介オタクグサオさんも言ってるわよ。このスキンも持ってない奴に初音ミクを語る資格はない。私こそが初音ミクだ。初音ミク用意タコマリサ。次はまたワープゾーンのあるスキーホールだな。何でもワープ追加すりゃいいってもんじゃねえぞ。運営さんに対して文句を言うのはやめてください。そもそも私たちは遊ばせてもらわせてる身分なんだからね。寝てる間にさらわれて目が覚めたら唐突にデスゲームに参加させられてる身分だけどな。完全に設定に入り込んでるわね。設定って言うな。ここはもう前にやった時最適解を発見済みなんですよね。まず真ん中のワープゲートに入る。すると奥のところに直接ワープすることができる。奥に金のフープがあるからくぐれたらかなり大きいわね。金のフープをくぐるためにはここのワープに入る必要がある。はい、まず5点いただきと。そうすると次また金をくぐれるゾーンに飛ばされます。で勢い止まらないんだが、まあこれでも一周7点だし悪くないペースなんじゃない。一人15点がノルマだから次の一周でクリアできるな。ノルマという概念を設けるあたり性格の悪さがにじみ出てますよね。ノルマを必要とするこのゲーム制度が悪いと思う。4人の合計ポイントで勝利を決めるという使用上ノルマの発生は必死。デスゲーム主催者の仲間内でさえ争わせようとする意思を感じる。よくそんなつらつらと出てくるな。やばい、これ右側一生ループできる。やばい、ワープ無限ループ中毒になっちまったようだな。こうなってしまったら残念ですがもう助かりません。おそらくループする快感で今頃口からよだれが垂れまくってるでしょうね。怖すぎるわ。ネクストステージはボートに乗ってゴール目指すやつ。正式名称は忘れた。左下に書いてますよ。まあ基本左下は私のポジションだからな。どっけー。サクサクっとゴールして格の違いを見せてやるよど三流ども。これは暴言というより鋼の錬金術師の影響を受けてますね。そういえばそんなようなセリフ最終巻近くであったわね。さっきも両手を合わせた後地面に手つけてましたし間違いないでしょう。共感性周知。鋼をバカにするつもりか。妥当の対象はあんた本人よ。綺麗な霊夢を錬成して本物の霊夢とすげ替えようと思ってたのに。手段も目的もえげつないですね。仮に成功したらマリサは一体何を代償に失うのかしら。失うものがない無敵の人は一体何が奪われるんでしょうね。逆にまともな感性を与えられることで非常識な感性を失うのかも。やらせるべきかもしれない。ネタが通じる人が限られる話はそこら辺にしたまえ。あれ落ちた。なんで疑問系。自分のことなのにやけに冷静な反応ですね。もっと責任を感じろよな。当然のごとく責任を追求していく。なぜ普通に仲良くゲームすることができないのか。一人脱落したがここまで3人生きてるのは逆に珍しい。開幕のあそこで毎回2人以上お亡くなりになってましたからね。簡単そうに見えて結構事故りがちだからね。あそこ、ここはそのままワープに入れば先のところまで移動できます。あえてワープは使わず行く。与えられたものをそのまま使うのはなんか少し尺だからな。何と戦ってるの。己に課せられた運命と戦ってる。無駄に壮大。でも悲しいことだよな。今目の前で楽しそうにしてるこいつらも結局は全員脱落する。そして向こう数年間は地下労働施設から出てこれないわけだろ。残念ですがこれも自然の断りですよ。デスゲームはどちらかというと不自然。せめて最後は苦しみなく地下労働施設に送ってやるからな。人類史誕生以来このセリフ使ってるの多分あんただけ。そう考えればオンリーワンだな。そんな不名誉なオンリーワンいらない。私のおじいちゃんもよく言ってたよ。ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワンだって。スマップみたいな
こと言うおじいちゃんだな。そもそも今の10代の人このネタ通用するんでしょうか。スマップって何ですかってコメントで聞かれたら泣いちゃう。あんたらがくだらないやり取りしてる間にグサオさんが脱落したわよ。そう、グサオさんの仇、お前だけは許さねえ。とばっちりどころの騒ぎじゃない。ここの船の先端に立つとこうやって落とされるから気をつけてな。あんたみたいな妨害虫がいない試合なら問題ないけどね。私はただいつか来るお別れを先にあげてるだけ。ちょっとしてきない言い訳しないで。どうせ時間あるし、ここは焦らず待つ。先に行った人たちが先に行ってますね。どうにくここで焦るからそうなるのさ。霧雨マリサは焦らない。ここのハンマー何で追尾してくるからちょっと警戒。実際このハンマーに油断して何回かやられてるからね。しかし問題なく船には間に合いましたね。正直このステージだいぶ脱落者出るステージだから、そもそも遅くてもゴールさえできれば基本問題ない。まあ相当な猛者で当たらない限りはそうね。でお前前の足場削るのやめろよ。危ねえだろ。みんなもこういう意地悪なプレイはしないようにな。30秒前くらいにもっと意地悪なプレイを見た気が。ついにここまで来たな。もうゴールは目の前ね。でもここから先は結構落ちがちなポイントなので油断せずに行きましょう。ここは前走った方が逆に安全。先にここさえ乗ってしまえば妨害を狙われる可能性がほぼなくなる。まあここ後ろから掴んだら基本後ろの人が不利になるだけだしね。おっと一人後ろから来てるな。ってさっき足場削ってきた人じゃん。私は恩は返さないが、あだだけは返すタイプだぞ。怒らないで。落ちていけな楽の底へ。自分のゴール順位よりも後続を落とすことに全力。これは素直に喜ぶべきなんでしょうか。次はペンギンチェイスだな。フィールドに数匹いるペンギンをどれだけ掴んでられるかという勝負ですね。掴んでる時間がそのままポイントになるわよ。これもまたチーム内で掴んでた合計時間で競う感じだな。3チームで対戦して最下位チームのみ脱落か。これは私たちの連携力も問われそうですね。連携という言葉を聞いた瞬間不安になったわ。とりあえず同じチームの人数が集中するのはダメだな。ということであえて離れている遠くのペンギンを狙うぞ。潰し合いしている2チームを尻目にまずゲットと。でもすぐ掴まれちゃいますね。掴んで掴まれて離してを繰り返しで時間を稼ぐしかないわね。私が掴んでれば後ろの奴らの時間を無駄にできるからな。少しでも長く掴んでいられるよう粘るぞ。今のところこのペンギンはあんたしか持ってないしいい感じね。こういう他の人より目に見える形でアドが発生する競技は強いマリサさんです。これがアド取りの沖縄。お前らペンギンの気持ちを考えろよ。こうやってもみくちゃにされてかわいそうだと思わないのか。メラン。クソ赤チームの奴ら片方が私の妨害で片方が確保と連携ができてきてやがるな。まあ相手もボットじゃないからね。まあでもこのペンギンの支配率はおそらく私が8割を超えてる。今のとこポイント的には余裕なはず。残念ながらそういうわけでもないんですよね。何？今のところ青チームが完全に負け越しちゃってるわね。おいおい仲間たちは一体何をやってると言うんだ。赤チームなんてここに2人も人数割いてるんだぞ。負けたら先輩はお前らだからな。すでに負けた後の先輩探しを想定して動いてますね。いや言うてまだ試合は始まったばっかだからね。あんたもなんかできること考えたら。ここのペンギンを捨ててたのところに行くのも考えたが、そうなると確定で赤かきに大きく引き離されちまうし、ここはこのペンギンでひたすらアド稼ぐのが一番効率的だな。でおいこのペンギンに赤チーム人数かけすぎだろ。上位の3対1で草。でもこれで赤チームは今実質3人が何もできてない状態ですよ。そう考えたらこれはこれでアドね。クソあのペンギン下に落ちてきそうで落ちてこない。ペンギン視点からだといきなり複数人のガイズたちに恐ろしい剣幕で追い回されて恐怖しかないでしょうね。そんなペンギンを私のキュートフェイスで救いたい。あんたの顔も今相当来てるわよ。というかいつの間にかポイントが逆転してますね。赤チームの人数の振り方エッグいことになってたからね。お前らもういい加減身を引け。真にペンギンのことを考えるのなら誰も触らないのが一番だろ。ペンギンの解放を求めて私は戦うぞ。これそういうゲームじゃないわよ。ていうかもう残り7秒じゃん。赤チームさん必死になって走り回ってますがもう負け確ですよ。お疲れ様。勝ち確は降りていき。お前らは負け続けるんだよ。これまでもこれからもな。相手側にもボイスチャット聞こえるシステムなら訴えられそう。そしてついにやってきた最終戦。ゲームはバスケットボール。その名の通りバスケのステージですね。まあバスケなら任せておけ。あんた自信満々だけどバスケやったことあるの？もちろんない。ならどこから来るんだよその自信は。まあボールは見たことあるし。バスケットボール見たことない人かなり稀ですよ。私に本腕ついてるしいけるいける。相手に腕がない前提の自信やめろ。よし圧倒的な才能を見せつけてやるぜ。左サイド上がってきてますね。みぞれもんこっちは私に任せて他行っていいぞ。わかりました。でこいつは少し前に私が落としてやったやつ。てっきり脱落したものと思ってましたが生き残ってたんですね。おそらくあんたへの復讐でも得ているんでしょうね。とりあえず1点決めましたよ。同じく1点決めました。よしなかなかやるじゃないか。褒めて使わす。あくまで上から目線。ってこいつさっきからなかなか上手いんだが。もう諦めて次のボールでゴールを狙ったら。ここだけ負けてもいいや。そう言ってこれまでお前は何度勝負を諦めてきたんだ。私は一勝負だって譲りはしない。そう言いながらゴールと反対方向に向かってますけど。ここは相手の顔を立ててやったのさ。しかし次のボールは譲らん。どうせお前は前にボールを投げると呼んでいたぞ。残念だがこの勝負は私の勝ちのようだな。前にボールを飛ばせたわね。どんどん相手のフィールドに攻め込んでいきましょう。とりあえず相手フィールドにボールを運ぶことが重要だからな。おらっと。あ、でもそこに投げたのは別の人にボール取られちゃいましたね。クソがよ。まあでもここに二人かかってるなら他で人数率作れてるだろ。さっきのとこ突っ込んでも前にボール投げられたら無駄だし真ん中戻るぞ。今度はフリーでボールを確保しました。相手陣に敵もいないしこれはもらったわね。霧雨マリサ様の華麗なるシュートを見よう。ぜいやっと。え、これ外す人いるんですね。人の失敗を責めるような奴にだけはなるな。死んだおじいちゃんの言葉だ。おじいちゃん報われないわね。おじいちゃんの教えを忠実に守らなかった慣れ果てがこれ。これとはなんだこれとは。ってあれ、グサオさんの方は一人で大丈夫そうだし、今から自陣戻っても仕方なさそうな位置だし、完全に暇。4対4のバスケでサボる奴がいるってマジ？っていうかもう点差4点あるし何もしなくても勝てそう。ちなみにマリサさんの得点はここまで1点です。あれ、大事なのは点を取ることだけじゃない。得点率で選手の強さを語るのは浅いと言わざるを得ない。急に饒舌になったわね。ほら、これで2点目。4人で8点なので1人2点は妥当な数値です。
はい、ということで見事勝利と。やっぱりこの勝利演出かなり可愛いですね。フォールガイズはこうしていろいろなとことコラボしてくれるのがいいわよね。ほんとだぜ。これには初音ミク好きのグサオさんもにっこり。ということで本日はこれにて終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。ただいまフォールガイズ、そしてさよなら。終わろうとするな。いやでももう6ヶ月間も上げてなかったわけだしさ。いや誰、キリサメマリサ。せめて種族くらいは合わせろ。キリサメマリサである努力をしろ。6ヶ月の強制労働を終え私は帰ってきた。あれでもなんか今日メメント来てなくない？キャラの交渉で折り合いがつかなかったから今日は来ないぞ。ビジネスすぎない？どうも遅れました。あれ普通に来たけど、先日お家で焼ける牛タンを取り寄せたらお金がなくなりまして。こいつらビジネスを隠そうともしないな。高評価もよろしくお願いします。その上こじき精神はある。本日のメンバーは動画投稿者の顔をしているが実際動画は投稿していないただの一般人。なぜかシエネでユリに挟まる位置に置かれがちなメテオ。毎回撮影終わる寸前で来なくていいのに数千だけ参加する謎に律儀な八幡宮。この3人とスクワットを遊んでいくぞ。メンバー紹介からすでに不安が溢れる。出ました。簡単すぎて喋ることがないので有名なトラックアタック。お前今日ギャラもらってるんだろ。ちゃんと実況しろ。実際このステージも簡単すぎてあくびが出るぜ。むしろ私たちのやり取りを載せることが無粋みたいなとこありますよね。実況動画の存在意義を揺るがしかねない発言。最高列からのスタートですか。まあ今回はいいでしょう。動画にはしてないがスキンは何気に購入している。そんなんだからお金がたまらないのよ。スパチャでもらったお金をそのまま課金に回す自転車営業。今一斉にスタートしました。推定5メートルほどはあろうかという高さからみんな躊躇なく飛び降りていきます。あっとメメントモリ、チーム内でドベのスタートを切った。遅い。これはあまりにも遅い。勝負はここからです。ここは上を走り続けるのがベストルート。しかしみんなそれを知りつつも落ちてしまう。まるで人生のようです。言いたいだけだろ。楽な方へ楽な方へと流されていってしまうのが人間。苦しい方へ苦しい方へと立ち向かっていくのがキリサメマリサ。キリサメマリサは泥棒の始まり。嘘つきと書いてキリサメマリサと読むな。久々のプレイとはいえ抜群の安定感を見せた走り。世界よ、これがメメントモリだ。むしろこれで下に落ちる人が信じられない。お仲間さん全員落ちて下ルート走ってるけどね。恥ずかしいよ私は。この狭い足場を的確に乗りこなすテクニック。メメントモリ今開幕から挽回しチーム内1位でゴール。なおこの時チーム内での会話は個人情報まみれだったため動画にはできませんでした。撮影中に動画にできないような会話をするな。こうして脱落者たちを見送るのも久々だな。6ヶ月ぶりですね。落ちた先には船がすでにスタンバイしていて、脱落者たちはそのままシベリアに運ばれていくそうです。二度と帰ってこれなさそう。さて次の試合。ステージは大ファン。くるくる回る足場から落ちないようにゴールを目指すステージね。過去に散々やり尽くしたステージですね。今更特筆すべきところはなし。私からすれば赤子の手をひねるより簡単なことです。ビビー、フラグの設立を検知しました。実際こんなステージでミスをするはずもないぜ。海外サイトのオッズではノーミスが 1.05 倍、1ミス以上が11倍になっているようですね。フォールガイズで賭博するな。今回は戦闘列スタートだな。きたきた、フォールガイズ名物地獄の押し合い。今何気にガンマスさん落とそうとしてたでしょ。いやいやそんな、まさか。私たちは仲間だぞ。それ以上私を侮辱するつもりなら出るとこ出るぞ。いやーガンマステメー。いやマジで何もやってないんですけど。メテオもガンマスさんに落とされたわ。犯してない罪の被害者がたくさんいる。録画遡れば証拠は残ってるんですよ。証拠あるのに強気なのこは。いつの間にか最高列に。まあここまではあくまで遊び。本番はここからだぜ。ほら落ちろ。いやーガンマステメー。さっき見た動画にするのをはばかられるレベルの試合内容。どんな試合内容がひどかろうが動画にはする。試合厳選してください。というかこのままだと普通に脱落ありえるけど。動画の尺見ろよ。まだ結構あるだろ。そういうことだよ。尺からのネタバレを回避する気が1ミリもない。お、君調子良さそうだね。それもここまでだけど。これはガンジーもスマブラで必要にメテオを狙うレベル。ガンジーにスマブラやらせるな。はいはい、これトップだわ。なかなかやるじゃん。ま、お仲間さん全員あんたより先走ってるわよ。まあ確かに私が遅れていると言えるかもしれないな。しかしよく考えてほしい。戦闘を押しのけ合いながら争う人たちが本当の勝者と言えるのだろうか。これ完全にさっきの記憶はなかったことになってますね。多分3位くらいでゴールです。1位って言ってたのに、なんですぐ嘘つくんですか。予言壁。隙を見せたら即座に攻撃してくるな。これ本当に仲間か。隙を見せる方が悪い。君そんな先端に立ってたら危ないぞ。危ないのはあんた定期。粘られたが抜かすことに成功。追いつかれたらきっとやり返しを狙われちゃいますよ。復讐を目的に生きるのは虚しいよ。もっと前を向いて生きよう。今日も京都て汚い。東京湾の汚さに被験する。東京湾の汚さを悲しむべきなのか、マリサさんの汚さに驚くべきなのか。はい今ゴールしたわ。オラオラ落ちろ。妨害してる間に右側からどんどん抜かれてるわね。これは教育的価値あり。私を悪い例にして物事を学ぶな。は、八幡宮。私の勝ち。もう少し悲しんでるふりしろ。はいお前は終わり。虚空でジャンプして耐えるな。なぜ人が悲しむようなことをするんだ。理不尽すぎる言い分。キリサメマリサここでゴール。マジでよくわからんやつ。新シーズンで追加されたステージのようですが、ルールは全くわかりません。でも名前の通りパズル系のステージなのよね。わからないんじゃゴールできないでしょ。そこは心配いらない。なんかよくわからんけど前の人についていったらクリアできる。自分で解け。このゲームだけルール説明少なすぎるんですよ。生地適当に後ろからついていってクリアできちゃうから調べる気も起こらない。一番良くないやつじゃん。え、なんですかこのステージ。初めてやるんですけど。言い訳しないで。まだしてません。なんか星のマークからライン直線で辿ればいけるよ。メテオさんが説明してくれてるわよ。まあみんな左から2番目入ってるしついていこう。脳みそ使ってください。
ってりゃいいんだよ。あってや、次は右前にみんな走っていってるな。お前ら信じてるからな。すげえじゃねえか。全員あんたと同じく何も考えてない人たちでくさ。このステージではメテオさんについていくのが正解なんですが、八幡さんに至っては何度も同じ場所入って間違えてる。どうするかな。こうなったらあとは数だ。神様にお祈り。正解のルートですね。やはり神は存在した。おいおい、いつもより多く回っております。それは芸術点高い。マジでこれ全然わかんないんだけど。私たちもわかりませんが、メテオさんについていけばいいということだけはわかる。完全にカルガモの親子状態。おおお、また正解だ。ていうか今思ったけど、これ遅れると何もわからない奴らだけが後ろのところに残り続けるのか。絶望で草。最悪マジで誰かについていくのが正解まである。定められたレールの上を走るだけの人生が楽しいのか。レールの上を走ったり走る人をバカにしたりと忙しいですね。私は私の道を行く。あ、これみんなこっち行ってるから絶対こっちだわ。私の道とは、はい、チーム内トップでゴールと。皆さん私の足を引っ張るのだけは勘弁してくださいね。ゴールした瞬間高圧的。4試合目はリングスピナー。迫り来る扇風機から逃げ続けるゲームですね。一度落下したらそれで終わりのタイプのステージね。もともと何度もやり直せる方がおかしい。最近はバトロワ系も復活システムが横行しているが、私はない方が好み。各キル入れたら負けても他の人を妨害できるからですよね。違うよ。各キル入れてパーティーで一人だけ試合を見学させるのが好きだからだよ。マジでこいつほど邪悪な奴いないだろ。現代社会の荒波が生んだ怪物。今回は戦闘からスタートか。このステージは戦闘結構有利なのでついてますね。おーおー、メテオが戦闘だ。いた。戦闘交代。安定のメテオさん、ちょいちょい掴んでくる人いるな。このゲーム妨害したら自分も遅れるからひたすら走った方が得だけどね。それをしてなお妨害したいという心持ちなのだろう。さすがいつも妨害してるだけあって、妨害する側の気持ちがわかってますね。まあそもそも足を引っ張り合う様子を作成している運営側に問題がある。私だって本当は誰も妨害なんかしたくないんだ。1ミリもそう思ってなさそうな顔。む、ついに抜かされちゃいましたね。まあでもこれ3位までクリアなんて余裕ですね。ガンマスさんだけどっか行っちゃったけどね。いや、メテオさんのすぐ後ろついていってますよ。うん、絶妙に周期がよろしくないな。ジャンプでギリギリかわしきれないタイミング。あ、やばい。ちょ脱落前の叫び声癖ありすぎだろ。完全にデスコン食らったわ。まあまあメテオさんはおとなしく感染しておいてください。そして叫び声もなく静かに脱落しているガンマスさん。さも脱落してないみたいな顔して話してるのやばいな。まあ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 、ちょっと感染したい気分だったんですよね。は、鼻で笑われててくさ。でもこうして見てるとやっぱメメさんは上手だね。いやいや、こんなの全然上手くないっすよ。お前は死んでるだろ。というかこれいつまで続くんだ。私たちいまいちだし、もう終わってくれて全く構わないんだが。多分全員脱落するまで続くっぽいですね。つまりこれサーバーが落ちるまで粘ったら勝ち確定。番外戦術を検討するな。現実問題、これ上手い人が粘り続けて2時間とか続けたらどうなるんでしょうね。リアル脱落者が大量発生して1位確定するんじゃね。2時間走り続けていたものが1勝とか、コスパ悪すぎるだろ。嘘をみぞれラテと4人でスクワット2時間やって一度も勝てなかった話します。すみませんでした。最終戦サッカーで相手チームに5対1とかでボコられて、さすがに切れそうだった。沼にはまりすぎて途中からおかしくなってましたね。あれで当分フォールガイズはやらなくていいやってなったな。フォールガイズ上がらなかった原因間違いなくそれだろ。まあ新シーズンはクリエイティブなるモードが追加されるそうなので、それが面白かったらきっとまたやる機会もあるでしょう。あ、起きた。もう4位以下のチーム誰も残ってないから終わりでいいだろ。これ全く終わる気配がないですね。もうこれ残ってるのメメさんと戦闘の人だけですよ。いや、そうは言ってもこんな簡単なの落ちようがないんですよね。最終戦1個前のステージはペンギンチェイス。ステージを動き回るペンギンを確保している時間がそのままポイントになるゲームね。当然ペンギンの数には限りがあるので奪い合いになります。ペンギンが人数分用意されていれば争いなんか発生しないのに。それの何が楽しいんだよ。全員ペンギン抱きしめて制限時間抱き尽くすだけ。つうかこれ1個前の試合でもやったよな。さっきは2チームに協力されてボコられましたね。あれはひどかった。よし、途中1位確定したら2位のチームの妨害して3位のチームを勝ち上がらせるぞ。妨害するにしても性格が歪みすぎてる。私は右側の奥のやつ取りに行きますね。オッケー。じゃあ真ん中の争いに参加してくる。むむ、こっちは黄色が二人がかりか。まあ二人程度ものの数ではないけどな。そう言いながらしっかり確保されてるけど、初動のリードなど何の意味もないということを教えてやる。手負いめんどくさいとこのルナ。ここはタックルしてバーの上から落としましょうか。おら、お仲間さんはもういないぞ。ペンギンを解放しろ。というか下のペンギンの競争率高すぎでしょ。青チーム三人もいてくさ。おーおー、おいなんで微妙にペンギンとそいつだけ落ちてこないんだよ。日頃の行い定期。しかも上に向かったらその瞬間下に落ちるわな。おい、ここ人数偏りすぎだって。なんか知らんけど私のところにちょうど飛んできてくさ。逃げるんだよ。黄色チームが血まなこになって追いかけてきてますよ。三人も来ててくさ。しかし残念、私は逃げるのはうまいんだな。日頃警察から逃げてますもんね。逃げてねえよ。霊夢からは逃げてるけどな。神社の賽銭を毎回盗んでくからいい加減警察に相談しようと思ってる。本物の泥棒でくさ。もうそろそろこのチャンネル二人目の逮捕者が出そうですね。ちなみに一人目はサナエ。ほら、吹っ飛び上がれ。はい、お疲れ様。周りのギミック使うのうまくてくさ。唐突に登場するイエモンさん。ゲームには参加してませんが、この時画面共有してボイチャだけ参加してました。急激に暇になった。マジで誰も来ない。もうあとは青ボコれば勝ち確ですね。いや、ここは青じゃなく黄色を狙って潰すんだ。そうすればファイナルで弱いチームと戦えるぞ。あまりにも汚い思考。逆に考えましょう。私たちは黄色の妨害をするのではなく、負けている青色を助けるのだと。言い訳だけが上手くなっていってるな。よっしゃ、黄色狙うぞ。これを見た人たちが同じことやり始めたら、あんたのせい。強気をくじき弱気を助ける。だけど見習うなよ。私たちは一生ここでポイント稼ぎに徹しましょうか。あ
待って待ってよっと、待てって言ってるでしょ。即座に二人駆け寄ってきたわね。黄色に渡すわけにはいかん。行け、青。悪意しかない。それでも黄色の子がしっかり確保してるわね。やはり黄色はここで脱落させる必要があるな。ファイナルで勝利するためにどんな汚い手でも使う極悪魔法使い。ほら、今のうちだ。それでも追いすがる黄色、なかなかやるじゃないか。ゲームの趣旨が変わりつつある。ほら、行け、お前のだ。一定試合だな。いかん、黄色に渡すくらいなら私が持っていく。黄色は私だけで十分だ。メテオさんも黄色定期。メテオさんは黄色というか基盤だ、色だからセーフ。この上ない侮辱。いつの間にか青が逆転してますよ。そうだ、それでいいんだ。そして無情にも時は流れる。初動最初にポイントを稼いだチームが好き勝手できる。あまりにも初動ゲーすぎる。何はともあれ戦いを制しました。ついにファイナル。最終戦はジャンプショーダウン。ひたすら回転するボールを避けて生存し続けるステージですね。最後の一人になるまで永遠に試合は続くわよ。このステージは正直言ってかなり得意なんだよな。数十年にわたって鍛え上げてきたフォールガイズ1000人にでもないと負ける気がしない。このゲーム出てからまだ数年ですよ。ただ今回はチーム戦。お相手が経験豊富の方たちなら人数差ができた時点で負けに繋がる。そうなったら一人ずつ掴んで心中すれば勝ちだからな。妨害よりも生存を重視して遊んでいきましょう。まあまあ、さっきのステージで助けてあげた恩義もぜひ思い出してほしいところだが、これが汚い大人か。余裕がありそうならガンマスさんを落としてもいいが、どことなくこちらを警戒しているような顔をしてますね。前の数戦後ろから妨害を繰り返しすぎたせいで警戒心が刷り込まれてるわね。さすがにいい加減学んでるな。まあでもガンマスさんは動画を出してないですからね。というか私の方にガンマスさんの苦情が送られてくるのは何なんですか。マジで定期的に来てる。ガンマスさんのことを嫌いになっても私たちのことは嫌いにならないでください。今回結構偏りのある足場の削れ方してるな。あ、でも次は真ん中分断する形で落ちましたね。こっち側にめっちゃ人数偏ってきてるわね。あー、やばい、死にましたわ。八幡さんが落ちて人数差ができちまったが、お相手さんたちは落としに来る感じはなさそうですね。優しい人たちで助かったわね。反対側だけ一人快適そうにジャンクしてて草。どっかのタイミングであっち側に渡るのもありですけど、ただ先にこっち側で相手の人数を削っておきたいな。む、なかなか耐えるじゃないかね。あれこれ次積んでね。右側でジャンクすれば間に合う。ごっそり持ってかれて草。これで2対1。あっち側の人をキルすれば勝ちね。あ、やばい、今そこの足場がなくなるんですか。ただの大縄跳びになったな。これ以上足場は落ちない仕様だから一生飛び続けるだけね。一応真ん中のポールを踏んでジャンクすれば向こう側に行けなくはないが、いや、それミスったらメテオ一人になるやつじゃん。やめよう、全責任をメテオに押し付けるな。とはいえ相手側残ってる人、多分リングスピナーで最後まで走ってた人なんですよね。長期戦になることが容易に想像できます。また実況者中瀬の定点カメラバトルが始まったな。画面に恐ろしいほど動きがないから喋ることもない。しりとりでもするか。実況者としてのプライドはないの。ない。動画投稿を始めて2年、モラルと誇りは培われなかったようですね。しりとり。あれ、霊夢の番だぞ。何もないなら私の勝ちだが、レスバトルで最後のレスを飛ばした方が勝ちだと思ってる人じゃん。うおわー、メテオ。ついに私たちだけになっちゃいましたね。あとこれ運ゲーだよね。いや、多分どんな周期でも飛ぶ位置によって回避できるから、割と実力ゲーだな。あ、まずい。どうしたの。耳の裏がめちゃくちゃ痒い。助けて。自分で書け。今手を離したら間違いなく死んじゃうでしょ。頑張ってくれ、編集してるわ。今から書きに来て。たどり着いた時にはこの試合終わってご飯食べて風呂入ってるだろ。編集してるので勝利よろしくお願いしますね。ガンマスさんは編集してないでしょ。してるわ。実際してない。事実陳列罪。さんが編集してるわけないんだよな。あれ、いつの間にかお相手さん落ちててくさ。これで安心して耳の裏が書けます。いつの間にか持ってた初めての演出で勝利を彩る。多分バトルパスのですね。エピック系のゲームはスキンとエモート系が良くて好きです。いや、でも自分が二人持っていったおかげですね。嘘つくな。普通に目の前で自然に落ちていってたでしょ。そもそも二人同時に掴めないだろ。いや、両手でいけました。ほう、ガンマス、チートしよう。チート打つ。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。ただいまフォールガイズ。実に6ヶ月ぶりの期間。そして、さよなら。終わろうとするな。前回の動画も同じ始まり方してましたよ。6ヶ月経ってるから時効。でもあれから特段話題になってるわけでもないのになぜ戻ってきたの。前回動画のコメ欄で泣いてる人がいたからさ。アンパンマンが人を助けるのと同じ理由。でおいて近くにスパちゃんにだけ反応してんじゃん。これが現実というものだよ。そして本日の参加メンバーを紹介しよう。動画は上がらないがエイペックスのランクは上がる男ガンマス。さっきお試しで遊んだ数戦でヒエラルキーを決定しようと宣言し見事敗北。無事ピラミッドの最下層となったチャコさん。見た瞬間無課金であることがわかるスキンのレイマリさん。この3人とスクワットを駆け抜けていく。本日も不安しかないメンツ構成。勝てない。本日1戦目のステージは大ファン。リアルで実装されたらこれが一番怖いまであるステージだ。脱落した者は3年間サントリークロウーロン茶の蓋を作る労働に従事させられるそうです。あれ、ここで脱落した人が作ってるのか。それでは選手一同一斉にスタート。あら、茶子さん、私の前歩いちゃダメですよ。たとえ仲間であっても仕留める。そこに敵味方の区別は存在しない。ねねさん、今絶対掴んだでしょ。え、なになになんの話ですか。いや、今私のこと掴んで落としませんでした。いや、私たち今回仲間でしょ。そんなことして一体何の得があるって言うんですか。本当にその通りなんだよな。疑われてまず最初にこの反応が出てくるのが怖い。ジャコさん、どうしたんですか。いや、さっきねねさんに掴まれて落とされた気が。勘違いじゃないですか。この反応はどっちなのかわからんな。これ勘違いじゃない絶対。ああ、こいつ今のところ仲間しかキルしてないんだけど。なんかキルしやすい位置にいるのがたまたま仲間なんですよね。この時のためにこのゲームやってる。まあどうせこのステージを抜けるのは余裕なので大丈夫ですよ。ほら、レイマリさんも結構いい位置にいるし。言われた瞬間落ちていったけど、やはり無課金スキンじゃダメでしたか。こういう展開になると遊んでいられないんだよな。前に仲間がいる場合はここで引き返して妨害を
狙うんだが、前に仲間がいなくてよかった。うわ最悪、このゴリラ絶対許さん。後ろにはゴリラもいるようですね。ゴリラも参加させるとか主催者も見境なくなってきたな。まああんたらが参加できてるし、ゴリラが参加を許されるのも妥当。ハローキティもいますよ。サンリオまでデスゲームに呼び込むとは怖いもの知らずですね。さて今メメントモリチーム内1位で無事ゴール。すごい仲間たちが遥か後方に。2人はあんたらが妨害してたけどね。そして見事ゴール前直前で締め切られるチャコさん。なんでこれはひどい。次ステージはブロックパーティー。迫り来る壁を避けて生存を目指すサバイバルステージですね。ここさっきガンマスさん全般してましたからね。数戦前にコントローラが急に反応しなくなって脱落してたな。あれ唯一止まっちゃダメなとこで急に接続切れたからな。あれで10分くらい攻められてて震えました。やはり失った時間の分だけ攻めるというのが私たちのポリシーですから。誇りも何もないポリシーこのステージ簡単だから一人落ちたらそれがそのまま敗北につながるんだよな。一人が頑張ればいいっていうタイプのステージじゃないからねこれ。すなわち最初に落ちた一人が全般になると。思考がクズのそれなんよ。というかさっきからガンマスさんが執拗に掴んできてる。協力プレイで仲間を妨害しようだなんて。ブーメラン突き刺さってるわよ。まあ暇ですし私たちもチャコさんでも掴みますか。メメさん、何ですか。とぼけるのも無理があるだろ。これ絶対さっきの試合でも最初掴んでましたよね。後でリプレイ確認しよう。なぜ仲間を信じれないんですか。原因は間違いなくあんたにある。普段疑い合うゲームをやってるからってこういう協力ゲーでも疑い合うだなんて悲しいことだよな。その通り。仲良く行きましょう仲良く。で言ったそばから妨害。これは信頼のハグです。やばいメメさんがそれだか取りに来てる。ただ仲間を慈しみ抱きしめてるだけだけどな。これが同じチームだなんて信じられない。まずい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 よ。マジで危ない。今のは惜しかったですね。おいもう殺意を隠せてないぞ。運一応最善は尽くすつもりだがこのステージ簡単だからな。頑張ってもなかなか落とすのは難しいぜ。最善じゃなくて最悪を尽くすな。というかなんだったらもうすでに私たちのクリアほぼ確定済みなんですよね。なんで。左側の得点を見ていただければわかると思うんですが、ほんとだ。すでに追いと凄まじい差がついてる。おそらく回線落ちか自ら戦うのを諦めたかだな。もしくはお母さんに早く寝なさいとせかされたか。リアルに一番ありそう。そこで母の言葉に従い戦うのを諦めた時点で見込みはない。マリサに見込まれなくてよかった。マイナスかけるマイナスはプラスですからね。私を負の事象としてカウントするな。ほらガンマスさん次はあなたの番ですよ。ちょい。レイマリさんまで掴んでくるんですけど。もう仲間全員お互いしか狙い合ってなくて草。絆を培うのは大変だが壊すのって簡単なんだな。よし最後は誰にも触られないところに行きます。せいや。それマジでどうやって登ってんの。他の人を踏み台にすれば登れますよ。上から下で争う人々を見下ろすのは最高に気分がいいぜ。道徳に習得。少し前の試合で乗ってる人いたからいけそうだなと思ってたんですよ。まあでも見た目ほどの効力はないけどね。うわ最後めっちゃ雪崩みたいに脱落者出てる。次のステージはスライムスクレーパー。下からどんどんスライムが押し寄せてくるステージですね。他ステージと違って一度落ちたら復活できないから気をつけないとね。なおこのステージガンマスさんはクリアできたことがありません。敗退確定演出。他ステージと比べてもかなり難易度高めの方だから、仲間妨害してたら普通に敗退の可能性大よ。しかも現在時刻0時、この時間にフォールガイズつけてる時点で狂ってるのは確定。先行位侮辱。必然周りももさばかりだ。このステージで大事なのはとにかく焦らないということ。大体他チームから脱落者が多数出るので、遅くとも全員クリアさえできれば基本通過できます。そろそろチーム内の地位を更新する時じゃないですか。いやダメダメ、このステージはダメ、もう絶対にダメ。規定の強さからこのステージへの自信のなさが伝わってくる。そもそもステージのゴール順でチーム内の格付けを測るシステムがおかしい。まあこのシステムを提案したのは私ではなくチャコさんなので、全責任はチャコさんにあります。続いて巨大な扇風機ゾーン。明らかにここしか需要がないサイズと強さの扇風機。デスゲーム用に作られた特注品であることは確実。裏で糸を引いている大富豪たちの存在を暗示しています。そんな存在はいません。おーし、来た来た。このステージ一番のキルゾーン。ここで敵を削って勝率を少しでも上げる。あ、やべ死んだ。ここで少し掴んであげるとあら不思議。メメントモリー。仲間しか攻撃しない害悪。獅子は我が口座にそこに突き落とすという。私もそれに習ったまで。大丈夫大丈夫、まだ全然帰ってこれる距離です。メメントモリー許さん。いやいやチャコさん今は争ってる時じゃないですよ。どの口が言うんだ。右側見てたらわかるが、スライムも結構迫ってきてるからな。ここで潰し合いしてたら友倒れになるのは確定的に明らか。そうですね、ここは一旦協力して前に進みます。さすがミッツァ。完璧に決まった。もうこれ敵チームだろ。フルパだからこそできるこの妨害。ヨラでやってたら通報不可避。まずい、かなり近くまでスライムが迫ってきてるぞ。ガンマスさん、さすがに私たち二人クリアしなきゃ敗退なので、残りはしっかりいきますよ。やっぱついてこれるのは結局この二人ってわけか。このステージで脱落する人っているんですね。猿でもなんとかクリアできる難易度だと聞きましたが、純粋な名誉毀損。いやでもこれでクリアできるなら許します。クリアできなかったらさすがに言わせてもらいますよ。そうだそうだ。チャコさんはともかく、レイマリさんは勝手に脱落しただけだろ。まあこんなの当然クリア余裕ですけどね。自分が脱落したのを仲間のせいにするとは恥を知れ。いやいや明らかに掴んでやってきてたでしょ。己の罪を認めなさい。この世は結果が全て。弱肉強食。まあでも二人ともクリアできれば突破は余裕。よいしょー。どうやらガンマスさんが脱落したことでポイント的に敗退が確定したから、途中で締め切られたようだな。あれガンマスさん脱落しちゃったね。いやみんな寂しいかなと思って。
私たちは帰ってきた。敗者復活戦があるタイプのデスゲームで助かりました。圧倒的ご都合主義、次脱落したら強制労働は確定。次のフォールガイズは半年以上は上がらないと思ってもらうほかない。上げない口実を探してるだろ。次のステージはリリーリーパー。よくわかんないですけど、とにかく早くゴールすればいいステージです。仮にもそこそこ遊んできてる実況者の解説とは思えない内容。各選手位置について準備は整った。初手とはいえあまり舐めているとチーム的にも負けかねない。まあ一人味方を落とす足でまといがいるしね。数多くの試合がボツとなっていますが、何気レイマリさんが3分の1くらいの確率でゴールできていません。絶望的な割合。しかしここはあまり妨害し合うようなポイントもない。基本的にはひたすら走る自分との戦いだ。本来だとさっきのステージとかも自分との戦い定期。チャコさんだけ所定位置が離れています。これはおそらく私たちとチャコさんの心理的距離を暗示している。なんてこと言うんですか。各選手一斉にスタート。みんな自分が先だ、お前ら地獄に落ちろと言わんばかりの勢いだ。その勢いなの多分あんただけ。久々とはいえここは結構前からあるステージ。スムーズに突破したいところ。やばい、このステージかなりのストレスが。ここはむしろかなりシンプルなステージでは。あ、やべ、やばいストレスが。このままでは順位とかではなく途中で内落ちによる敗退もあり得る。もうやめちまえよお前ら。ここでストレスを感じているようでは先が思いやられ。無言で下打ちするな。あ、やべやべやべ、ちょっとハゲてきた。ガンマスさんの逃避に限界が来る前にゴールしないと。新たなクリア条件発生。はじめは手こずりましたが、さすがにもう慣れてきました。もう多分余裕だと思います。なぜ容易に崩れると分かっている。フラグを立てるのか。ここダイビングすると前に加速するテクニック。ここからはノーミスでとにかく上に登る感じだな。ここはみぞれさんが3週間かかっても突破できなかった場所です。事実無根。まあ実際ここで毎回詰まってゴールしてない気はするけど。ここ苦手な人は結構苦手っぽいですからね。さっきまで隣にいたガンマスさんもいつの間にかいませんし。まあでもここまで来ちゃえばあとはそのままゴールするだけね。いつもはここの真ん中結構難しめな配置になってること多いんだが、今回は初手ということもあってか簡単な配置になってるな。それでは皆さんお先に失礼します。ナイスナイス。あれなんか今回真ん中簡単になってません。それさっきも言いました。舐められたものだな。強者しか言わなさそうなセリフ。この順位の人は舐められて当然定期。久々すぎる脱落画面。脱落した人から3年間の地下労働が待っている。今回脱落したのは7名。はい、みんなが地下労働から帰ってくるまで合計21年かかりました。地下労働からの期間を待つ校長。セカンドステージはトラックアタック。正直余裕なステージ。余裕すぎても早余裕ではない。どっちなんだよ。ここはさっきのステージと同じグレースタイプのステージだな。まあもうかなり前からあって飽きるほど遊び尽くしたステージね。私レベルになるともうコントローラー触らなくてもゴールできる。チーター来ました。おっと、スタート位置はかなりいいわね。左側の最前列は最高のポジションですね。最前列だけに最前ってか。あんた今日もう喋らない方がいいわよ。最近寒いのにさらに寒くなりました。寒いから霊夢の家燃やして暖を取るか。ライフ号かな。どちらかというと犯罪者。でも霊夢さんの家燃やしたら次から外で集まることになりますけど。確かに思い当たってなかったのかよ。じゃあ次は外で集まってゲーム実況を取ることになるのか。小学生かな。普通にあんたの家とかで集まるんじゃダメなの。いやもちろん私の家は燃やさせないけど。おい霊夢、そんなくだらないことばっか言ってないで実況に集中しろよ。殴っていい。霊夢さんの家燃やしてる間にもうゴール寸前ですよ。勝手に私の家を燃やすな。ここあえて左側に移るのが最速だと信じてる。はい、ついてゴール。圧倒的内容。続いてのステージはピクセル名人。前に表示されてる絵を床のタイルで協力して作るステージですね。協力という言葉が含まれてる時点で無理そう。いや私は協力できますけどね。他の人ができないだけで。もうこの言葉でダメだと確信できる。まあ最悪私一人でもクリアすることくらい可能だが。正直変にすれ違うよりは一人に任せるのが正解説はあります。果たしてしっかり連携できるのか。私右上から踏んでいきますね。右下から行く。開幕の雰囲気は良さそう。ジャコさん、やばいやばい。あ、理解理解。もう大丈夫。とりあえず上側は大体完成したわね。ここの2マスだけ塗り損ねてるかな。残りはガンマスさんが右側にいるからやってくれるのかな。あれめめさん、残りも私ですか。ちょっと遅かったですね。あれ何やら味方を攻める発言。頑張ってこう。チーム戦やチーム戦。ちょっと不穏だな。譲り合いが発生する可能性があるから積極性を出していくぞ。めちゃくちゃ分担しづらそうな配置。あれちょっとレイマリさん、すでに2人いるとこに飛び込んでこないで。ああもうめちゃくちゃボロボロで草。全員協力する気はあるが全員積極性を出すとこうなる。おそらくさっきのやりとりで全員同じこと考えてましたね。じゃ次下から右回りで行きます。ガンマスさんが行きそうなところを最初に踏んでおこう。あれ連携は。ガンマスさんがうろちょろしてなんかやってる感だけ出してます。ガンマスさん真面目にやってください。これは上から回る気だったけどメメさんに全部踏み尽くされたわ。先に踏んだもん勝ちですよ。お、初めから中央に立ってたのが行きそうな形。一番めんどくさそうな真ん中から作れたのはいいわね。左側は任せて残る右側を作っていく。おっと、チャコさんもこっちから作ってましたか。あそこはギリギリジャンプで届くかなっと。なんだかんだ言ってなかなかいいペースでは。これはいけそうやね。うわ、なかなかにいやらしい形出てきたな。しかしまだ他どのチームもクリアしてないですし余裕っぽいですね。まあいろいろあれですけど、さすがにメメ村はグループですから。まあまあさすがにね。これで他の野良チームより連携取れてなかったらさすがに悲しすぎる。はい、最後もスムーズに無事クリアと。その後味方に任せて何もしない人の視点に飛ばされた。こんな人たちと私たちは戦ってたのか。これで2スクワット脱落。残すところ3スクワットね。これまで競争相手だったとはいえ同じ種族。悲しそうに脱落した同胞たちを見ています。元気に横に手を振ってるけど。
おっとまだラストじゃなかったか。ここでさらに1スクワット脱落してからファイナルのようですね。ステージはロールアウト、回転する足場の上で生き残り続ける勝負ね。まあでもこれは余裕かな。これは生きてればいい感じのステージですよね。まあ死んでてもいい感じのステージはないですけどね。他人を蹴落とすステージですね。ガンマスさん落とすか。あれ仲間がいない。サバイバル系のステージは初手一人でも脱落したらめっちゃ不利なので、簡単であろうとも他ステージより緊張しますね。妨害よりも生存に重きを置いて動こう。あんたからまさかそんなセリフを聞ける日が来るなんて。ちょ足場動くのは聞いてない。いや聞いてないって開始前の説明に書いてありましたよ。というか足場動かなかったら全員突っ立ってるだけのクソゲーだぞ。ある意味平和。あれなんかもうすでに誰か脱落してるみたいですよ。あれ早いとなるとここから相当なめくしない限りは大丈夫そうですね。こっちが二人以上脱落しない限りは突破確定だな。ここやばいな、なんか狙われてる気がする。わあこれ難しい。これちょっと私苦手なタイプのゲームかも。あれ脱落前からすでに言い訳の片鱗が。言い訳する茶子さんは見たくないな。さっきから結構言い訳してましたけどね。スコア的に追いつかれないラインまで来たら攻めてもいいかもな。安全なところからしか攻めに行かないあたり本物のゲドウ。人はまず自分の安心を求めますからね。そして自分の安心が確立されれば次は他人の安全を壊しに行きます。満足の出身かな。3位のチームと差がついてきたしもう攻めてもいいかもな。ほら早く落ちてきかで労働してきなさい。1分前に脱落する同胞を見て泣いてた人と本当に同じ人。悲しいが人は変わるものだからな。一度獲物の味を覚えたらもう戻れない。人の味を覚えたクマみたいな扱い。正直言って余裕なんですよね。もうポイント的にも負ける気がしませんし。まあそこが余裕でも編集は全然余裕じゃないんだけどな。現在時刻当日の朝8時。なぜ余裕を持ってあらかじめ編集を進めないのか。主に弦から始まって紙で終わるゲームのせいだよ。マジで案件から囚われてますよね。あんた前も案件で始めたスマホゲーで私生活積みかけてたわよね。始めるとブレーキが踏めなくなるタイプだからな。気になって気になってついつい触っちゃうんですよね。もう案件終わってからすでに結構課金してますし。まあそれは霊夢の財布から出したから問題ないんだが。問題しかないわ。そろそろさすがに財布に爆弾でも仕掛けておくべきかしら。起動したら指くらい軽く吹き飛ばす威力のやつ。熱い高くないか。そんなこんなで裏では無事勝利が確定しましたね。正直余裕だった。まあこれは思ったより全然余裕でしたね。この調子のまま最終戦も勝てればいいんだけど。そしてファイナルステージはロイヤルファンブル。あれこれ見たことある気はしますけどファイナルでしたっけ。掴んで尻尾を取るステージ自体は遊んだことあるけどファイナルでは初かもね。1個しかない尻尾を巡って争奪戦をするわけだな。今回は1本だけってことか。最後に取ってた方が勝ちってわけね。ふむ、初めはどうやら敵チームが持ってるっぽいですね。このステージだと味方に妨害のしようがないから安心ね。それにマリサって人のもの取って逃げるの得意だし大丈夫そう。これは名誉毀損。経験に基づく事実なんですよね。さてそれでは最後の追いかけっこ始めるとするか。自分の横の敵が初め尻尾持ってますね。よし早速全員で追いかけ回しましょう。直線で追いかけても多分追いつけないだろうから仲間と挟み撃ちする形にしたいな。レイマリさんが右から行ってるから私はこの上からこの上から全然乗れてなくて草。おっとでもなんか結果的にいい感じになったぞ。取ったけど取られた。逃がしません。両親私が取りました。サポートお願いします。止めろ止めろ止めろ。オッケー妨害します。メメさん逃げて。ファイナルステージで他人を妨害することで皆の心が一つに。やっぱり協力するには共通の敵を作ることが大事ですね。嫌な考え方。まあでも正直残り時間くらい仲間のサポートなしでも逃げ切る余裕ですけどね。こういう鬼ごっこ割と得意な方だからな。真ん中の回る地面を有効的に使えれば基本捕まらない気がします。おっと危ない。周期が良くなかったですがなんとか斜めから乗って回避。これこれ捕まえてごらんなさい。上司に乗ってると捕まるわよ。残念ですが残り45秒私が逃げ続けて終了ですよ。いやできれば実況者としてピンチを演出したいところなんですけどね。でも手を抜くのはお相手さんに失礼ですから。おっと危ない危ない。今のはお相手さん惜しかったわね。頑張って。あれ味方に敵のスパイが。うんこれ次どっちに逃げよう。やお相手さん今よ。やばいメメさん取られた。他の人のものを取っちゃいけないって小さい頃教わりませんでした。はい返していただきます。ナイスナイスナイス。割と熱い戦いになってるな。残り25秒。残念ですが同じミスはもう犯しませんよ。二度同じ失敗はしないことに定評があるキリサメマリサ選手。やー即クラブ回収。ここ逃げられたら負け。絶対に取り返します。よし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 。あと15秒あと15秒あと15秒。最初の余裕はもうない。いけるいける走り切れ。残りもうあと10秒です。いけるいけるいける。すごい一体感を感じる。最悪のタイミングのカバを構文やめろ。もうさすがに気は抜かない。残り5秒とはいえ最後まで全力で逃げ切るぞ。お相手さんもここまで来ただけあって最後までみんな全力ですが今回は私たちのチームの勝利です。よっしゃ俺が最後俺が最後ね。あっぶねー。こいつとんでもない伏兵がいてくさ。最後まで協力できない。あの10秒前に感じた一体感は何だったんだ。最後俺が取ったから勝ったもんね。はいガンマスの勝ち。もう何でもいいけど普通に嬉しい。終わりだよこの村。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。おお、初手言語喪失。今日もフォールガイズ遊んでいくぞって言ってます。マリサ唯一の喋れるという長所が失われてしまったわね。おお、これはなんて言ってるの？怒ってますね。あ、普通に。おお、本日は視聴者参加型のカスタムを遊んでいくと言ってます。これマリサの存在必要ある？あと高評価よろしくって言ってます。おおという叫びに言葉が圧縮されすぎだろ。めめ村から笑ってちゃこ8万レイマリの4人が参加してるぞ。それ以外は全員視聴者のみって感じね。ちなみに視聴者さんたちには初期スキンでの参加をお願いしたので、基本特徴のあるスキンの人はめめ村メンバーです。ということで人数も集まったので早速遊んでいくぞ。随分集まるのに時間かかったわね。X でカスタムコードを貼って募集という形式にしていたんですが、途中で DM くれた人一人一人にコードを送る形式に切り替えたので時間かかってます。合
ードツイートしたら10秒足らずで40人埋まって回線強者しか参加できない選別が始まったからな。戦いは開始前から始まっていた。さてそれでは早速スライムクライムの始まりです。結構難しめのステージだが果たして何人が生存して次に進めるのか。今回参加してるの視聴者さんたちなんだから妨害はやめときなさいよ。いやメメントもさすがにそのくらいは決まえてるだろ。あんたに言ってんのよ。私たちは曲がりなりにも実況者視聴者さんたちに負けるわけないので手加減してあげますよ。フラグ建設、絶好のポジションからのスタート。ゴールする順番は関係ないですが前にいるのはいいことです。問題なく初手の初とかが決まったわね。まずここで初手回線落ち勢たちが無事沈んだ。カスタム特有の悲劇。おっとメメムラメンツは今回後方からのスタート。初手初とかするやつはバカ。ひろゆきみたいなセリフ。あやばい待って待ってまーまず一人と無事スタートしておきながら初手で死ぬとは村の面汚しよ。ふおー、ジャコさん脱落しました。ナイスナイスナイス。ジャコさん弱いね。当然のごとく誰一人慰めない。今回は敵なのでね。これでとりあえず最弱は確定したな。安心して進むことができそうです。村に絆が芽生えない理由がわかった。不幸な事故が重なりました。本当に不幸な事故か。ジャコさんが上がってくるの待ってたのにそのまま脱落していきましたからね。待機位置から明確な殺意を感じる。カスタム開いたら絶対めちゃくちゃ狙われると思ってたんだが案外そんなことなく快適にプレイできてるな。みんな私と同じく純粋に勝利を追い求めているのかもしれません。純粋の言葉の意味を知らない。おっとヘルメットレイマリ。やめてやめてやめて。ちょっと話しなさい。薄ピンクのやつ覚えましたからね。因果応報定期。まあでもまだ時間にかなり余裕あるし大丈夫そうだ。ここらで一人くらい蹴落としておこう。視聴者が一人減りました。妨害するたびに視聴者がアンチに変わるかもしれないモロハの剣。ラテさん完全に自分は安全な位置で妨害してるな。リスクを取らない信念なき妨害に力などありません。妨害に信念を持つな。いつもならあそこで門番開始するところだがたまにはマンネリ化を避けてここで門番しよっと。この先のとこですでに門番してるやついるんですけど。有望な視聴者もいるようですね。ここの妨害結構強いんだよな。ほら落ちなさい。わざわざ参加してくれた視聴者さんに対してこの仕打ち。全身全霊を尽くすことこそ最大の礼儀だからな。もはや一部視聴者さんはこれを見に来ている説まである。ほら落ちなさい。あやばい。妨害に集中するあまり自分まで落ちてしまう無能。まあまだ時間はたくさん残されている。おっと後ろからラテチャンネルの登場。さてとりあえずこの白い子を落とそうかな。どこの子明らかに捕まれるの警戒してるんですけど。殺人の読み合いみたいになってて草。やられた側は忘れないからね。まあまあ私たちは正直妨害できれば誰でもいい。少しでも多くの人をここで脱落させる。害悪の極み。先に進むということはさらなる戦いに巻き込まれるということ。私は視聴者にそんな辛い経験をさせたくはない。血は救済です。フォールガイズカルト宗教団体かよ。この葵の先から進まずにずっと妨害してんな。見込みあり。視聴者は実況者を映す鏡。あれラテさんまた来ましたね。ちょっとラテさん掴んで誰か。任せなさい。おい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 。あバカかな。あ一緒に落ちてどうすんだよ。メメさんナイス。全員死んだよ。ここから視聴者だけで草。参加型カスタムとは。いや自分まだ生きてますよ。さて次の戦いはヒヤヒヤトーナメント。ヒヤヒヤロードを繰り返して勝者を決めるトーナメント賞ですね。これ最後の最後はどうやって勝者決めるの。最後は一番最初にゴールした人が勝者となるはずだ。つまり道を切り開く必要性があるわけですね。最後まで他人だよりのクズは負けが確定しているわけだな。そうだけど急に口悪いな。まあ私はいつだって開拓者。暗闇の荒野に進むべき道を切り開くもの。夜の 10% な定期。参加人数25人制限だけあってなんだかさっきより少なく見えるな。みんな一斉にスタート。初動道を切り開きます。あれコントローラー反応しないんだけど。じゃあ落としに行こっと。やめて。若干1名逆走する者もいると。動けない仲間に寄り添おうとする素晴らしい絆。都合良い解釈だな。そしていつも通り凄まじい込み具合だ。全員が他人を前に行かせようと押し合う。醜さの押しくらまんじゅう。ここら辺で手をフリフリして視聴者と交流を図ります。なお誰も立ち止まらない。おいこいつら本当に私たちの視聴者なんだよな。誰一人寄ってくることなく我先にゴールを目指してますね。いいことなんだけどね。ほらお前ら自らの命を惜しむな。カスタムだぞこれ。自らの命を投げ打って私たちに道を示すのが筋。独裁者定期。ほら行くぞ。おっと無謀な挑戦。よし成功。お前らついてこい。やばいレイマリさんが途中から一気に道を切り開いた。ここからはもう普通にレースだぞ。油断しましたね。さらば名もなき視聴者の一人よ。今落とした人はまず間違いなく間に合わないでしょうね。格殺。残念だが一足先に地下労働開始しといてくれ。一戦挟んで結局メメ村生存者は私とチャコさんの二人に。レイマリさんはさすがに開拓する精神が強すぎたな。そして集いしスターダスト。最終戦まで生き残った者たちだ。面構えが違う。今回は2番手でもゴールすればいいという勝負じゃない。一番最初にゴールした人がビクロイよ。初手で差はつかないので飛び込み。まずは道を切り開くことが大事だな。自分がここまで残ってれば。あれチャコさん残ってる。不正。不正じゃありません。この勝負攻め時を見誤らないことが何よりも重要。運とか景色が重要となるバトルだ。ここまでは順調だけどここからが問題になってくるわね。飛び込んだけど落ちた。チャコさんがチャレンジしてる。その位置からの挑戦はさすがに尊敬。ここいらでそろそろライバルを削っておきたいが。ほら君はこっちだ。登録者マイナス1。さてそろそろ仕掛けるタイミングですね。やばい前の人走り出した。チャコさん最後決死の飛び込みで草。リスクだけは取り続けてた。そしてついに視聴者交えたスクワット。チーム指定はできないから誰とチームになるかは始まらないとわからないわよ。そしてステージはヒットパレード。こんな簡単なステージで脱落するわけにはいかんわ。まあ簡単ゆえに差がつかないステージですけどね。1ミスで終わり。誰とチームになるかは不明だが、バッチリキャリーして貫禄を見せつけてやるとするか。本日のドロブネ。であれなんかチームメンバーの数エグいんですけど。6人いて草。これは不正。一瞬に間違いかと思ったけど全然普通に6人いる。普通4人だから 1.5 倍の人数。圧倒的不正。おそらく表示がバグっているだけだと思われますが。これじゃ誰を妨害していいかわかんないぞ。ある意味抑止力になっていいわね。あれというか見覚えのあるトリケラトプススキン。もしかしてラテさん今回も仲間ですか。え、そうなの。わかんないけど絶対逃がさないって約
奴は仲間。おそらくさっき爆速で加速していった奴だな。じゃラテさんは本当に仲間かもね。バグだと分かっててもめっちゃ仲間いるの笑っちゃう。多重影分身の術。誰が仲間か不明だけどこの分だと普通に負けそう。いやとはいえ結局ここでみんな一回止まってるな。飛び抜けて前に出てるって人はいませんね。やばいここ通れん。扉は閉まってるのに飛び越えようとみんな必死だ。朝の満員電車みたい。嫌すぎる例え。まあでもさすがに突破はなんとかできそう。まあさすがに一戦目からアウトは許されないからな。一応曲がりなりにもみんな私たちと遊ぶために集まってくれてるのに初手で脱落してたら残りの時間などすぎるからね。1位でゴールしたやつの名前ムキムキ飛行機マッスルバトルで草。詳しくは過去のガーキック本動画参照。ゴールした人の表示欄に出てる仲間が多分正しいですね。味方一人良さげな順位でゴールしてるし突破は問題なさそう。初手はメメ村メンバーの脱落はなしと。ここに表示されてる人が本当の仲間っぽいですね。途中の影分身は何だったんだ。次の戦いはパイプドリーム。ラテさんという足でまといはいますが頑張っていきましょう。あれ雰囲気が悪いな。ちなみにカットしたステージの間にチャコさんとレイマリさんは脱落しました。ピンポイントで二人のいるチームだけ脱落して草。開催者側で残されてるのは私たちのチームだけだな。私たちが脱落した瞬間視聴者たちの交流会に変わりますからね。いやさすがに突破したと思ったんだけどな。まあでもしてないのが現実ですから。そうそう、何回嘆いても結果は変わらないので。相変わらず2年以上一緒にゲームしてる人たちの会話に聞こえない。レイマリさんチームを脱落させた視聴者には後で感謝のメッセージでも送っておきましょう。情報員把握。私たちの仲間一人だけ普通にスキンつけてきてるな。まあ多分間違えてつけてきちゃったんでしょう。それに他のメメ村メンツ脱落してるのでちょうどいいです。そろそろ入れ替える必要があると思ってましたし。とんでもないこと言い始めた。夫のラではあまりつかない感染者がついてるな。見られてることを意識して恥じないプレイをよろしく。まあ私のプレイングは常に気高く誇り高いものなので。恥知らずの抗がん無知というかここまで来ると割とみんなしっかりしてる人ばっかだから、あんま妨害とかしてふざけてると普通に脱落ありえる。やはり今日初めてフォールガイズする人限定で募集をかけるべきでしたか。そろそろ狩るか。初心者がリヒソかやめろ。とはいえなんか味方の一人がかなりやり手っぽいので任せておけばキャリーしてくれそうです。開始前のキャリー宣言はどこへ。まあ実力者を仲間に引き当てるのも強さの一つだからな。その今私たちのポジションもそんな悪くないですが、まあ確かに真ん中より前の位置ではありそうね。後ろにチームが脱落するわけだからこの分だと余裕そうだ。自分も今のところなかなかいい感じです。じゃこさんとレイマリさんが参加してたら多分まだスタート地点でしょうね。回線落ちかな。おっとこいつ曲解かけてきてるな。構わずそのまま進みます。あ今私のこと妨害しようとしてた人落ちましたね。これはざまあー、何やってるんですか。これはチャコさんのせいだ。やりましたねチャコさん。何もやってないんですけど。裏で糸を引いてる人は全員そう言うんだよな。ここからは一旦落ち着いていきましょう。言うて一回落ちたくらいじゃまだ大丈夫ね。というか仲間一人トップでゴールしてるな。それならなおさらサボっても大丈夫そうです。もう完全にチームのお荷物とかしてるわね。まあでもここからはもう落ちる要素ないですから。あとは凱旋ですよ。ここは一旦落ち着いて次まとっと。ラテさんよりは早くゴールしないとな。せい。あー、ラテさん。まあ、ここで落ちても多分突破はできるでしょ。無事突破し次はプロムナード。ちなみに間の一戦でまた2スクワット脱落済みです。3スクワット生存でさらにこれで1スクワット脱落ね。もうここまで来たらビクロイは確定したようなものだな。でもあんたら1個前3位だったからそのまま行けば脱落だけど。私以外がもう少し頑張ればいけそうですね。他力本願。ここ得意コースだからいける。あまり頼りにならない宣言いただきました。私たちもある程度の順位でゴールしないとな。果たして無事通過することができるのか。まあ残り尺を見た限りでは大丈夫そうですが。メタすぎる視点。スタートの合図とともに皆一斉に駆け出していく。最悪私たちが脱落しそうになったらきっとみんな忖度してくれるでしょう。そんなカスタムは嫌だ。ここでまずは金の土管に入る。早速金の土管に入れず緑の土管に入っていく。まあまあどうせ先で詰まりますから。メメさんたちの仲間の人めっちゃうまい。先頭を走ってる人かな。あれ戻ってきてどうしたんでしょう。立ち尽くしてるようだが。はおいなんか大砲に当たってどっか飛んでったぞ。何この謎の書とかは。チョコの人飛んでって消えたんですけど。こんな書とか存在すんの。なおこれは脱落して感染中だったレイマリさんの視点。ちょっと挙動が理解不能すぎるんですけど。あんた実況者なんだし書とかくらい調べときなさいよ。絶対運営に想定されてないルートで草。こんなルートがあるとは知りませんでした。しかしこれで私たちが通過するのは余裕そうですね。ハイパーキャリー定期。しかし一番前の味方以外は全員横並びだな。少しでも前に出てポイント稼がないとね。いやでもマジで感染してたけどさっきのはヤバかった。なんで止まってるのと思ってたら空に飛んでった。キャリーありがとうございます。ちなみにこの後普通に脱落した。一体何が起こったんだよ。ちなみにここからはカスタムは終了してスクワットの動画です。参加メンバーは前回と同じくガンチャコレイマリだな。あれもう取れ高なくなったの。いや動画にできるシーンはたくさんあったんですが、録画ミスで動画に音が全く乗ってなかったので。2年間やってて未だにやるやつ。勘のいい人はここまでの動画にゲーム内の効果音がないことに気づいたかもな。手動でつけるのはさすがに地獄すぎたので諦めました。ということでぐるぐるファイトです。ちなみにさっきの一戦で決まった格付けの有効期間はいつまでですか。私はずっとだと思ってました。陰性かかってた。さっきの一戦思わず手が震えてましたもん。次からチャコさんとご飯行こうってなったら家まで迎えに来てもらって。家から店までの道にレッドカーペットを敷いてもらえるものだとばかり。どこの王族だよ。自分もそのくらいの覚悟でやってましたけどね。まさか負けてから後出しで約束を保護にされるとは。詐欺罪で訴えられたら勝てない。大反高齢初手の醜きおしくらまんじゅう。これを見たらもう牛も性善説を唱えることはなかっただろう。人間の本質が見えるゲーム。まあ正直初手の大ファンは突破余裕なので今回は先のところでギリギリまで妨害するとしますか。妨害を完全に娯楽と捉えている一言。ここで心を折って次回以降マッチングした時に戦えないようにするんだ。先を見据えすぎだろ。最終的には私たちとマッチした瞬間に放棄してくれるところまで行きたい。
い、あれがその試合を楽しむんだよ。真後ろのからめっちゃドスドス足音がするんですけど。お相撲さんですからね、圧がすごいよ。めめ村から相撲界へ進出する村民が出るとはな。でもガンマスさんは匂いが。あれ今お相撲さんバカにしました。いやお相撲さんじゃなくてガンマスさんの話ですからね。バカでか守護に標的を切り替えないでください。さてそろそろ妨害できるポジションだな。とりあえずこの先のリスポーンは踏んでおきたいところ。というかあんた前に味方全然いないけど大丈夫なの？まあ多分レイマリさん一人ゴールしてればなんとかなるだろ。できればゴール1個前のジャンプポイントまで。おっとガンマスさん、いやーまずい、ギリギリセーフ。今回はガンマスさんの妨害は残念ながらできなさそうだ。足でまといどころかもう足持って引っ張ってるもんね。この怒りと悲しみは他のプレイヤーたちで晴らさせてもらうぜ。とんでもない奴あたりってガンマスさんが妨害しようとしてますけど。あーバカなの？この人と同じチームであることが恥ずかしい。でもこれでまたガンマスさんを狙えるようになったぞ。今現在の順位6位だからかなり危ないけどね。残念ですが行かせませんよっと。他人を不幸にすることしか考えていない。奥にガンマスさんが来てるな。近寄るなメメントモリ。近づく前から仲間に心配されてて草。まあ逃しましたが結果的には問題なし。おっとチャコさんメメントモリ。とりあえずこれで満足しました。メメさん仲間やってて草。これはさすがにひどすぎる。メメさん謝罪すらない。まあ悪いと思ってませんからね。え、今何かありました？これがヒエラルキーか。まあ弱肉強食だからね。油断してたらやられる味方なんですけど。むしろ私に落とされたのを謝罪して欲しかったですけどね。討論を超えた何か。脱落した奴らはちゃんと地下労働で稼いだお金でスパチャ投げるんだぞ。少しでも絞り取る。次のステージはジャンプクラブ。実力者はなかなか落ちない大縄跳びみたいなコースね。まあここは割と妨害しがいのあるいいコースだ。妨害できるかできないかで判断するのやめたら。マリサさんは幼い頃から親にそうやって育てられてきましたからね。血族からもうダメだった。私も自分の子供にはそうやって教育を施していくつもりだ。繰り返される悪しき風習。いやーなんか知らんけど急に回線落ちした。ガンマスさん。もう初手からとんでもない足手まとい生まれてるじゃないですか。頑張れみんな。始まった瞬間脱落ログ流れてて草。しかもこのステージは特に逆転不可能なステージですよ。なぜそうすぐに諦める？最後までやってみないと結果はわからないじゃないか。殴っていいですか？こうなったらもう他のやつ落とすほかないぞ。逆転するには最低でも2チームから2人以上の脱落者でないと無理だけどね。あまりにも絶望的。あ、開幕だからって油断している人発見。油断しましたね。もう完全に落とし方を心得てるじゃん。とりあえず一人やりました。あれこれもしかしていける？なんかいける気がしてきた。おナイスナイス。裏で原神やってそうな反応。あーごめんごめんごめん。チャコさん、いや今なんかラブがありました。ラブのせいにするのは良くないですね。言い訳するチャコさんは見たくねえよ。そもそもここで落ちるなんてありえないですけど。うわー、もう叫び声で何が起こったかわかった。それからなんとなくミスを攻めないという縛りを課したら、なんか普通に勝ち続けてファイナルまで来ました。何がダメだったか明白で草。けなし合うのをやめた瞬間マジでめっちゃ勝ってて草。やっぱ攻め合うのがダメだったんですよ。私たちは大事なことを見落としていた。これからは決してお互いのことを攻めない試合をしよう。言ってることは正しいはずなのにちょっと気持ち悪い。はい今暴言ポイント1点な。10点溜まったら地下労働3年。生きづらい世界になりましたね。最終戦は協力型のヒヤヒヤロードファイナル。ここはもうある程度攻略法は固まっている。とりあえず真ん中のボタンを押してアドを稼ぐ。基本落ちるまでまっすぐ進んで落ちたら曲がるを繰り返す。これをみんなで繰り返すのが理想です。一番右側通れそうですよ。仲間の屍を越えていく。じゃあこのまままっすぐ進みますね。あれなんか全然不正解の行かないぞ。うお最後まで行けた。あれこれもしかしてこのままなんてことはないと。さてでは次右に落ちるまでまっすぐ行きます。この作戦ほんといいですね。結構システム化されてていいよな。何より頭を使わなくていいのがいいです。バラバラにやってると道筋覚えとかないといけないからね。はいここは初とか。とりあえずこれで真ん中までは無事来たな。奥の相手チームもちょうど真ん中越えたあたりですね。問題はここからだ。できれば初手で正解を引きたい。お、来ました正解ルート。これは幸先がいいわね。ここが一番詰まるとこだからな。右行ったら落ちたんで正解のルートは左ですね。すごいちゃんと連携が行われている。2年間の中でも数少ないメメ村連携シーンってなんですでに通った道で落ちてんのよ。もうこの時ぶっ続けで2時間以上遊んでたから頭働いてないんだよ。あれこれ右こっちだよね。あーみんな心身ともに限界が訪れてますね。あっちょ初等化しようとしてガンマスさんにぶち当たったわね。まあまあすぐに戻ればいけるいける。しかし相手チームもかなり進んできてそうですね。なんだったらちょっと負けてそう。いやでもここから全然逆転はありえますよ。お、でもこれでかなり近づけた気がする。多分これ自分の後ろ3人いればいけるんじゃないかな。ここ全員一気にジャンプしてぶつかったら嫌だな。譲り合いの精神。さっきまで我先にと飛び込んでたマリサが譲る。マリサさんって譲ることできたんですね。私をなんだと思ってんだ。いやでもこれなんか勝てそうですね。もう残りあとちょっとだしね。お、これでワンチャンそのままいけたり。来た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 。突破しました。相手チームまだ来れてないぞ。あとは王冠掴むだけ。いける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 。せい。マジで一発目でストレート勝利してくさ。僕らに必要だったのこれなの？協力が重要だったんだ。このゲーム協力が鍵です。至極当然のことを再確認する動画。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。